あ、始まりました。百物語2023歌舞伎町編です。よろしくお願いいたします。お願いします。イェーイ <laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、今回 MC のスリラーナイト歌舞伎町展会談師鈴作です。よろしくお願いします。よっあ,ありがとうございます。<laughs> ということで、えー、今年で4回目を迎えるスリラーナイト YouTube 百物語でございます<う>で。先月はススキの編で無事50話を終えまして、 今回51話から100話目までを歌舞伎長編として通常配信で前半4巡。そして後半はメンバーシップ配信として40やって計50話を目指して披露してまいります。あ、で、このタイミングでちょっとスパチャが入りました小林,小林雄一さんからこんばんはとありがとうございますありがとうございます。 はいということで、えー、後半がね、えー、40分メンバーシップ配信になりますのでまだメンバーシップに加入されてないよという方はぜひご加入よろしくお願いいたします、えー、こちら月額590円にて、えー、加入することが可能でございましてメンバーシップ限定加工動画もご覧になれますしこの「百物語すすきの編」先月行った後半40分も視聴可能となっておりますのでぜひまだ見てないよという方は加入していただいて えー、動画の方ご視聴いただけたらなと思っておりますのでよろしくお願いしますでさらにこのメンバーシップ加入特典でですね来店サービスというものがございます、うん、でこちらですね今月8月はすすきの店に、うん、メンバーシップの登録画面を見せていただけましたらオリジナルカクテル1杯無料となっておりまして歌舞伎町店は、えー、おつまみですね が無料となっておりますので、ぜひぜひメンバーシップの方、お店にも遊びに来ていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。そしてメンバーシップの加入方法なんですけども、今 YouTube アプリ上でメンバーシップ登録という形で登録することも可能なんですけども、お使ってる端末によって手数料とかもろもろかかったりするので、えー アンドロイド、PC でしたら皆さんのメンバーシップね、えー、YouTube に登録するというものを登録していただいて、タップしていただいたら、そのまま選択方法があ選べるようになってるんですけど、iPhone、iPad 使用の場合だとですね、スリラーナイト YouTube の動画の URL をリンクでコピーしてもらって、 でそれをサファリ上でペーストしていただいて、えー、そこから画面表示左上にあるちっちゃいあと大きいあでアアと書かれた部分タップしていただいてデスクトップ用ウェブサイト表示というものをタップしていただいて、えー、そこからメンバーシップを登録するとメンバーになるを選んでいただくと Google アカウントにログインしていただいてそこからチャンネル登録の仕方を、ね、していただきましたら、えー、こちら月額590円で登録すること可能 可能ででございますのでぜひぜひ皆様、ちょっとね iPhone、iPad だと登録の仕方ややこしいんですけども、ぜひこちらの方法で登録していただくとね、月額590円で加入できますので、よろしくお願いいたします。ということで、えー、このタイミングでもですね、えー、とあるマッチのコッシーチャンネルさんから来たーと、さらにヒロさんから大阪店、まだあとスパチャー来ております。ありがとうございます、はい。さらにメンバーシップの登録もですね、か、え、も、ー、太郎さん、鳥団子さん、 そして、猫、えー、太郎さん、ちいかさん、あおさとるさんと、お皆さん、メンバーシップに加入ありがとうございます。ということで、ここからですね、<laughs> <laughs> はいということで、ここから <laughs>、えー、今回ね、えー、この百物語の配信を盛り上げていただくゲストをね紹介したんですけど、その前にです、ね、ちょっとこの配信中、ぜひ皆さん、考察や感想などを、ですねツイッターにて、ハッシュタグスリラーナイト。 というものをつけていただいてつぶやきのほどよろしくお願いいたしますこの配信中百物語中にですねトレンド入りできるようにえ頑張っておりますので皆様のご協力よろしくお願いいたしますでは長時間配信のゲストを 早速ご紹介してまいりますまずは牛滝千佳さんですよろしくお願いします牛滝千佳ですよろしくお願いしますお願いします千佳さんは2021年から3年連続の百物語り参加でございます連続ですね毎年ありがとうございますどうですか今年の百物語意気込みはもう話ないです <laughs> <laughs> もう全部喋りきりましたないもうひな祭りも出てるしうそうだないですもうね本当 <laughs> ねうちはね困ったらすぐ 先々月か6月にね、はい、メンバーシップ配信の方もせんかさんにお願いしてそこでも3話くらい喋ってもらって <laughs> <laughs> 確かにそれはないですよね。<laughs> 過去にもいっぱいお話ししてくれてますから。振り絞って。振り絞ってくれますか。<laughs> はい、いや、ありがとうございます。次の時に言う言葉ですね。よ、怪談もね、振り絞っていただいて。<laughs> あ、このタイミングで猫飯はカリカリさんがスリーメイソンへ入っていただきまして。T. K. 八八八さんから百物語楽しみだ。うん、皆さんも頑張ってくださいとスパチャいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい、ということで、千賀さん、ぜひぜひ、今年もよろしくお願いいたします。ます続きまして。 国沢さんですすすよろしししくおお願願いいままは「百物語」はい、実は初めてなんですよね初めてなのと、はい、だから初めて過ぎて何も分かってなかったから、はい、まあ導入ミスったなっていうところがあって、はいあのー、真面目なふりをしてワンボケ目早めにしようと思ってたんですけど、はい、構えてからむちゃくちゃ長かったんで今。<laughs> キャラクター見失っております、今。ワンボティン目までがすごく長くなっちゃって、そうすよね、喋りにくい空気感、自分で背負ってしまったんで。ごめんなさい、ごめんなさい。僕がもう少し早めに国沢さんに一旦渡しとくべきでした。驚きましたね。<laughs> あこの iPhone の,の入りにくさとある説明の長さ。いや、これね、そ,のそれ振ってしまったら、ちょっとウェブマシップ加入してくれなくなっちゃうんで、うん、ちょっとそんなことないですよって、ちょっと自分から訂正しててもらっていいですかね。はい、いや、iPhone めんどいでしょ。<laughs> <laughs> ちょっと、やめてよ。僕供が思っていたことですよね、<laughs> それ いや、だ<も>いぶ、アイフォンでも加入簡単なんですよ。うん、簡,単す簡単なんですけど、そうすると、手数料で千円近くいっちゃうんですよ。はい、とかそうなんですよ。<ー>なんで、うん、その。それを、で入りたくならないように。 こ iPhone でも安く入れるんですよって方法を先に伝えてなるほど。安い方法を良心的な方法ねお伝えしてるんですだから月額590円ってうたってるんですけど、いざ iPhone で簡単に入ろうとすると手数料取られちゃうんで、そうじゃない方法が先ほど言ったリンクをコピーしてもらって、サファリで登録していただくと、月額590円で入れるんですよ。なので、それをちょっと皆さんにお伝えしておこうということで、事前に。 そういう最初にそうなることるほど、ね、そりゃそうですよそんな、はい、そんなこともないのに、僕はならがらが喋るわけないじゃないですかむちゃくちゃだよ <laughs> 仲良くして <laughs> そうそう、ね、ここでこれからで、ね、六時間以上やって六時間以上そうですよ,、ね、ですよなのでグリザはねあの前回冬の会というはいは去年の年末の配信に参加していただいて、はいうん あんもう本当にまさにあんな感じで長尺配信をやっていきますんでだからすごいよねだからいつもストロングスタイルだなと思いますもんスリラーって <laughs> それ毎回言いますよねマジでストロングやなと思って <laughs> なんでこんな感じでやってますんで、はい、ぜひぜひ国枝さんもお付き合いくださいよろしくお願いいたします,いしますということで続きましては良吉さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします良吉ですよろしくお願いしますどう,どういうこと 大きい声を久々に出した <laughs> あらあんま出してなかったですか、えー、最近、うん、そうだから今もしかしたら階段中、はい、咳出るかもしれないし今喉の感じで分かるけど、はい、しゃっくりも出るかもしれない <laughs> なんでそんなことになっちゃうんだろうかな <laughs> あこここでちょっとスパチャが届いており,りで <laughs> えみ、ー、りンさんからは好きな人しかいないとありがとうございますさらに 桜月さんからですかね、丁寧な説明、素敵ですと、ありがとうございます。皆さん、丁寧な説明です、パチャで入ってくれてる方はメンバーシップに入ってる方ですから、なので、ありがとうございます。ということで、飯山さんは、前回ね、実は、不参加なんですよ実は、今回初参加ですよ、俺、そもそも。あっ、そっか。2021年も出てないんですよ。そうだで、前回初参加だったんですけど、直前でね。 出れなくなっちゃって死ぬほど体調悪くなったんですよな<う>、うん何だろうなこれと妙だなと思ったらコロナだったん<笑><笑>いやいや妙だな、えー、<laughs> 妙だな階段みたいな,いな妙だなじゃないですよ <laughs> 10日間待っ 自宅から出られないはいはいはい症状自体は5は目ぐらいかいかなりいくなるんですよ暇すぎてしょうがないからひたすらなんかいは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 いしいは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 いっいはっはい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 どいは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 かはい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 い さんからこんばんは皆さんお疲れ様ですお疲れ様,お疲れ,様お疲れではないですかと。 今夜もきっと長丁場になると思いますが応援してます。頑張ってくださいとスパチャーいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さらに、コローマルさんから、りょうきさん。はい、最近特にいいよとスパチャー来てます。ありがとうございます。すいはい、いいね。さらに、えー、ゴータマさん、ジオタマさんからですね、両ょ、うん、さん待ってました。楽しみにしておりますとスパチャー届いており,ます,ります。素晴らしい。はい、ということで皆様からスパチャーの応援がね、届いておりますんで、うんえー、頑張っていきたいと思いますの、ね、で、よろしくお願いいたします。とい,ますということで、えー 本来ねあのこのサムネイルでも寝てたり、えー、告知でも言っているんですけどもハニトラ梅木さん、うん、そして、はいえー、村上ロックさん。 前の仕事が行っておりまして到着が少し遅れるので最初はこの4人から始まるんですけども途中で合流していただいて最終的には6人で配信やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、再三、ね、ご説明になっちゃうんですけども、えー、メンバーシップの加入月額590円で加入,方法加入可能でございます。 それがね先ほど伝えた通りややこしくなっちゃうんですけどもリンクをコピーしていただいて皆さんのサファリの方で開いていただいてデスクトップウェブ表示という。 表示方法に変更していただいた後、メンバーになっていただけたら、月額590円の加入方法が可能でございますので、ぜひぜひ皆様、加入のほどよろしくお願いいたします。で、さらにはね、えー、この様子、感想、考察、ツイートハッシュタグ、スリラーナイトとつけていただいて、えー、ツイートしていただけたらなと思います。で、これね、配信中、みんながね、あの、それぞれ階段喋ってる間、我々も、 全然ツイッターで今の階段面白かったなとかここ怖かったなみたいなの各自のツイッターで「ハッシュタグスリーランナイト」でやっていただけたらと思いますので参加型なんですね、はい、参加型でございますなのでね皆さんよろしくお願いいたします、うん、お願いしますはいということで早速いきますか いやなんでなんでなんでえこっち側と全然意見が違うんだこっちはなんかねあれですけど早速皆さん行っていいですかねちょっとコメントの方で聞いてるけどまずこっちに行きますけど早速行ってもいいですかいやまだもう少し喋ってみんな揃ってからみんな揃ったらめっちゃかロックさんはどうやら今勝浦から向かって勝浦から相当待つことになるんで1個目でロックさんにクレーム打っといていい あの入り時間七時か九時っていうあの七時か八時って言ってて、はい、あのアバウトのやめても。<laughs> <laughs> おかしいですよ。<laughs> 僕は八時にスタートで <laughs>。 入りが7時で、ね、8時スタートって教えてるんですよ。で、た多分送られてきましたよね、添付ファイルみたいな、うんね。あれに書いてあるはずなんですけど、どうやら国沢さんには7時8時7時か8時に始まりますって書いてて、<laughs> うん、7時か<構>8時って。広いよって、ね、<laughs> そんなことあるそうなんですよ <laughs> <う> <laughs> はいということで、行っちゃいましょう、行きましょう、行けーってやってるんですけど、皆さん。 いいいですかいや,ーいやーじゃないでですよ一回お水飲んでい <laughs> いやもちろんもちろんねトップバッターはねちょっとじゃあ順番をねまずお伝えしておきましょうか、はいえー、まず一巡目はですね井山さん良吉さんで、うん、国沢さん、はい、鈴作千佳さんの順番で一巡目はまずね4人でお話ししていこうかなと。 はい、思っておりますんで、コメントで勝浦、と来ておりますね <laughs> そ<う>、<laughs> そうなんですよ、勝浦から向かっていただいてますんで、うん、ぜひぜひ到着次第合流して階段しゃべっていきますんで、よろしくお願いいたします、うん。ということで、じゃあ早速、今回はね本当に <laughs> 階段パートに参りたいと思いますので、<laughs> 井山さんからご準備のほど、よろしくお願いいたしますあー。 もう一回お水飲んでいいよ飲んでいいよそのお水の許可取らなくていいですんやろ仲いいメンバーしかいないのにそのスタッフさん含めてめちゃくちゃ緊張するよね変な空気なんかそわそわしますそう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 そまそう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  井山くんが喋り終わる落ち前ぐらいにいつ行ったらいいの？いや落ち前に行ったら困ります。うん、<た>終わってからこうぐるっとするみはいしてもらって大丈夫なんで。カンタラちょっと毎回やり直した方がいいの？うん、いやいやその取り直した方が大丈夫です。はい。それはぶっ続け続けてください。わ <laughs> かりました、はい。なのでよろしくお願いします。長丁場だー。頑張ろう。大丈夫大丈夫。どういうことどういうこと？両足結束バンドで縛られてる？<laughs> ちょっと怖いな。うん ね、よろししくお願いしますす会談師の吉ですあ,のありがたいことにですねよく僕に会談提供をしてくれる方がいらっしゃるんですよね。これタマさんという男性なんですよ40代の方でしてね医療系の仕事をしてらっしゃるで仕事の関係でですね結構日本のあちこちに行くことがあるんですよ出張で。 ある時にこのタマさん、茨城県に行ったんですよね。で、仕事を終えてから、その茨城のバーに行って、マスターと、まあ、階段とかで盛り上がったらしいんですよ。階段大好きですから。いろいろ喋ってると、このタマさんの横に座った女性がいた。仮に A 子さんとしましょうかね。この A 子さん、タマさんとマスターが階段を喋った時に、私もいいですかって入ってきたそうなんですよ。あ、どうぞって言うと、この A 子さんが話し始めた。 A 子さんんの体験談なんですね今から数年ほど前にこの A 子さんトリプルデートしたっていうんですよ分かりやすく A 子カップル B 子カップル C 子カップルこの6人で,でどういう感じかというと1台の車に乗って朝からいろんなところに行くんですで夜になったらみんなでご飯食べて解散って流れだったと朝からずっと遊びに行ってる夕方なった頃なんですよ これ移動中なんですけどねこの A 子さん車内で、まあ、朝からずっとあの遊んでいたんで疲れちゃったんですよ。車内でうとうとしてたとすると自分以外の5人が車内で会話しているすると誰かがですね「ね知ってる?」って言うんですよ。「何何この近くに心霊スポットあるらしいんだよね」ってそういう話題が始まったと。A 子さんうとうとしながらそれを聞いてる で苦手なんですよね、A 子さん、そういう話。あこの話題、やだな、早く終わってくんないかなと思いながら、ぼーっと聞いてる。で、この話題がなかなか終わらないんですよ。なんか、すごく怖いとこなんだって、有名な心霊スポットで、なんか、ホワイトハウスって名前の一軒家の廃墟らしいんだけどね、すごく幽霊が出るらしいんだ、えー、そうなんだって感じで、ずーっと喋ってるんですよ。しつこいんですよ。早く終わんないかなって、A 子さん、うとうとしながら聞いてる。すると、次第に、じゃあ、今からそこ行こうよってなっちゃったんですよね。 嫌だなと思ってるけど、結局、車内盛り上がっちゃって、夕方、そのままみんなでご飯に食べに行くわけじゃなく、一回、心霊スポット、そのホワイトアウトに行こうってなったと。誰かの案内でもって近づくんですよ。で、この近くで車止めてって言って、車を止めた。すると、林ガール、藪だらけなんですね。みんな降りて、その藪の中をかき分けていく。すると、確かに廃墟があったんです。一軒家の廃墟 ただみんな詳しく知らないのでそこがホワイトハウスかどうかは分からないんですよね有名なシーネスポットもでも確かに書き分けていくとそこに一軒の廃墟があったとおここかなとりあえずみんな入ろうぜって感じで中に入っていったするとこれ先ほども言った通り夕方なのでまだ日の光はあるんですよ家の中にも入ってくるなので雰囲気は怖いけどそこまで真っ暗ってわけでもないんですよね比較的まあ 歩けるなっって感じだったんですよそんなに怖くはないな怖いけれども日の光があるおかげで助かったなって感じだったでも薄暗いんでみんなスマホのライトを照らしながら進んでるそこで今に差し掛かった頃なんですねこのメンバーの中の一人 B 子が「えっ?」って言ったみんなどうしたのって言うと「あそこ」って指さす今の奥に部屋があるんですよで押し入れがある空いてるんですねそこを指さしてる 何って言うと B 子が今「今あのおしれに誰か入ってった」って言うんですよ。え誰かいるよって言って嘘って感じでみんなその奥の部屋に入る。おしれが空いてる。奥、い段目の上の方見ると確かに誰かいるんですよ。足が見えてる。でも奥までは、まあ、上半身とかは暗くて見えない。でも確かに誰かいるんです。あ本当だ誰かいるえ誰これえ何これと思ってみんな恐ろさず そのお尻の暗がりに向かってスマホのライトをわーって照らそうとしたらそこに差し掛かった瞬間すべてのライトがバチって消えたんですねうわーって悲鳴上げてみんなすぐにその家を飛び出るに出たんですよで車に戻るで車に乗り込んでみんな早く出よう出よう出ようって言ってると英子があれって気づいたんですいつの間にか自分のスマホがないんですよえ私スマホない 本当落としたかもあの家にえ無理だもう怖くて戻れないよって感じになっちゃったでもこれ家じゃなくて逃げてる最中に落とした可能性もあるなので B 子がじゃあ一回私のスマホから A 子のスマホ電話かけるね着信音かないかバイブレブになるでしょそれを頼りにこの道中ちょっと探そうって言ってくれたあ,ありがとうって感じで B 子スマホ取り出して A 子のスマホに電話かけようとするとあれって言うんです何って言うと画面見せてくる たたった今なくした A 子のスマホから B 子のスマホに着信が入ってるんです留守番電話も入ってる誰からってなったすると他のみんなもあれあれあれっていう A 子以外の5人、みんな A 子のスマホから着信が入ってるんですで,で留守電話入ってるみんな同じ時間誰が今これかけたんだろうどんなメッセージが入ってるんだろう みんな怖いんですけど、ピーコを代表して再生したんですね。スピーカーにして流した。するとその留守の内容というのが、みんなどこ行くの怖いよ。私を一人にしないで。置いてかないで。っていう、A 子自身の声なんです。でも A 子はここにいるんですよ。みんなそれ聞いて、えあんた本当の A 子って言ってくる。私は本物の A 子で。じゃあこれ誰が、 留守で残した分からないよとにかく早く家取りに戻ろうもう怖くて無理って言ったんですよねここで A 子さん切れたんですよそもそもさそもそもさ私たちがこんなに怖い思いしたのも私がスマホをなくしたのもこんなとこに行こうって言った人が行けないんでしょそいつが行ってきたよって言うとみんなポカンとして何言ってるの車の中でこの近くに心霊スポットある行こうって言ったのは A 子だよって言うんですよ からこの話題を始めたとこの近くに心霊スポットがあるホワイトハウスのところらしいで A 子、えー、の案内で車を止めて A 子、えー、の案内であの野分の中に入ってたとで A 子、えー、がその家を見つけたって言うんですよ A 子、えー、の記憶にはないんですそれ聞いてなおさらみんなは「あんた本当の A 子なの?」って言ってくる「で私は A 子だって」って言ってるともうすっかり暗くなっちゃった夜になったんですよますます家に取りに戻れないもうここで諦めたんですね もうご飯はなしにしてみんな車乗って駅に向かったで駅で解散になったんですよでこの英子さんは彼氏と家に帰るでもスマホないままなんですよ現代社会でスマホないって大変ですからねどうしようってなったするとこの彼氏がいい人なんです翌日友達3人集めてあの廃墟まで探しに行ってくるって言ったんですよねでこの彼氏が呼んだメンバー2人は全くお化けなんか信じない幽霊なんか信じないってタイプ であとのもう一人が逆に「俺めちゃくちゃ幽霊見えるよ霊感あるよ」ってタイプこの3人と彼氏4人で探しに行くことになった A 子さんは家に置いて翌日になったんですよ「どこに行ったの?」って霊感ある友達言うんで「ホワイトハウスって廃墟シーれスポット」って言ったらその霊感ある友達「あ俺行ったことある」って言うんですよ「俺じゃあ俺車運転するから」 おそこに俺みんな連れてくわって感じであ,ありがとう俺うろ覚えだからさって感じでその友達の運転で向かったんですよホワイトハウス着いたここだよって言って指差した廃墟昨日来た廃墟と全く違うんです彼それ見ていや違う俺昨日来たのここじゃないって言うとでも茨城でホワイトハウスってーネスポートはここしかないよこの近くに廃墟もないよって言うんですよでも確かに昨日来たのはここじゃない ここに、A、子のスマホはないじゃあどこに行ったのいや分からないってって感じでそれからは彼氏が運転変わったんですよでなんとか昨日車を止めたたり見つけ出したそうなんですねあここだって感じで車降りて同じように林藪の中進んでったただ昨日来た廃墟は全く見つからなくて結局未だに A 子さんのスマホ見つかってないそうですね そんな話聞かせてもらいましたありがとうございましたえどうも、えー、国沢一世ですお願いいたします えーまあ、これはですねもう20年ぐらい前のお話になるんですけれども、まあ、僕はまだ大阪で芸人をやってた頃にインディーズライブっていうのがあるんですねでそのインディーズライブっていうのは、まあ、どこの事務所にも所属していない芸人見習いみたいな人たちが集まって、まあ、ちっちゃな小屋でライブをするんですけれどもそこでよく一緒やったコンビがいてでそこの D 君っていう男の子がいるんですね。えっと 目が悪くて見えないですけどマイクを近づけるあごめんなさいすいません目悪くて見えないですいません D 君があのちょっとその今回ちょっと主役になるんですけれどもそのインディーズライブでよく出てた D ちゃんってまあクズなんですよとにかくクズでとにかくスロットであったりとかそういう夜の営みをプレイできるようなお店で 遊ぶんですけれれども、まあ、それは自分のお金じゃなくて結局はこう消費者金融からお金を借りて借金まみれになってでしかも家賃も払っていなくて滞納しまくってもう追い出されるっていう時があったんですね。でめちゃくちゃクズであの普通に考えたら一般常識的には嫌われる子なんですけれどもとにかく人がいい子だったから社長さんとか先輩にはめちゃめちゃ可愛がられる人だったんですよ。 D は「ほんまあかんやつやな」って言いながらもう笑ってもらってとにかくでもかわいいから甘やかされるんですねで。とある社長さんが「お前住むとこなくなんねえやったらうち部屋いっぱい余ってるから、まあ、いろんなマンションとか借りて持ってるんであのどっかちょっと住んだらっていう話になって「まあ、今1軒空いてるところがあるからそこ住むか」って言われたんです。でめっちゃありがたいなと思って「えいいんですか?」ってなったんですけれども一つだけそこ問題があってそれが事故物件なんですよ。 D 君はちょっと霊感も強いから嫌やなとは思ってたんですけれども、まあ、このままやったらホームレスになってしまうしまあ仕方がないかと思ってえそこここ貸しててくださいっていうこととううででましてもらうことになったんですでそのマンションっていうのが結構綺麗なマンションなんですけれどももうファミリータイプで 1LDK だからちょっと広めのマンションらしくて何があったかっていうとそこは4人家族が住んでいてお父さんお母さんで小さい娘と息子が住んでたんですけれども。 ある日突然お父さんがだん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 こうおかしくなっていったらしいんですね。でもう普通のお父さんじゃなくもう正気が保てないようになってしまってお母さんとの口論も増えていった中である日リビングでお,とお母さんをお父さんがめった刺しにしてしまうっていう事件があってでお母さんは亡くなってしまったんです。でお父さんは逮捕されたんです。で幼い娘息子は遠くの親戚に 預けらられたたっっていいうことがあったらしいんですね、まあ、そういう事件があったけれどもよかったらそこ住むかってなってうわあ嫌やなと思いながらも仕方がないからそこ住んだんですよ。でそこ住んだらやっぱりラップ音とかがひどくてもうとにかくバーンっていう音があちらこちらから聞こえるんですね。でやっぱひどいなって思ってると今度キッチンからガッ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 っていう音が聞こえて見に行ったら扉が開いてると。 棚とかが全部開いててそれがやっぱちょっと D 君的には怖かったらしいんですよでこの事件の概要を聞いてたらやっぱ包丁でめった刺身されてるっていうのを聞いてるからなんかキッチンでその包丁を探してたりとかしてら嫌やなとかお父さんの生き量かどうかわかんないけれども嫌やなっていうのがあったからもう怖いからとにかくガムテープでビーって全部開かへんように閉めたらしいんですねでもその寝て翌日起きてみるとまた全開で開いてるんですってで何が怖いってこうガムテープが 剥がれたとかそういうことじゃなくて明らかに誰かがビッと剥がしてグルグルグルポイって捨これはもうそのちょっと粘着力が弱まって剥がれてるとかそういうことじゃないな怖いなっていうのがあってで他にも、まあ、寝室で寝てる時にリビングから突然足音が聞こえたりとか女性がうーっとうめくような声が聞こえたりっていうのがあったらしいんです。ただ 不幸、まあ、中の幸いこの現象ってすべてリビングでなるらしいんですねだからもう D 君は使うのが怖かったから家に帰るともう寝室に直行して寝室しか使ってなかったんですよでそうやって暮らしている中である時、まあ、芸人仲間が連絡が来てちょっと D のことがタイプで好きだと言うてる女の子がいるからよかったら合コンいかへんってなったんですでこの D 君っていうのは本当にモテないんですよ でどっちかって言ったら顔も不細工やなーでいじられてる子やったんでまだそういう彼女とかはもできたことがないからそういうことがすごいテンション上がって「いくいく」ってなっていったんですね。でもこいつがあの D のことが好きやねんてーってなって今回ちょっと彼女ができるかもってワクワクしてたんですけれども結局はその女の子もその男性として好きじゃなくて顔が面白いことが好きっていう要はいじりたいっていう感じの好きやったんですよ。なんやと結局今日も恋愛できへんのかと思って、まあ、がっかりしながら自分の最寄り駅に帰ったんですよ。 で終電間際で帰ったらいつもそんなことしたことがないんですけれども,もうやけくそいになってたからちょっと女の子ナンパしようと思って駅前に女の子一人いたからナンパしたんですよ。で何してんのもう終電もないよって言ったら「そうなんですなくしちゃったんです」って言われていろいろ喋ってたら結構盛り上がったから「よかったらうち来る?」って言ってみたらその女の子が「えいいんですか行きたい」って言うからめっちゃラッキーと思ってでそのまま家に向かったんですね。ただ問題は そこはやっぱ事故物件で結構幽霊的な現象があるから霊的な、まあ、言うたら霊感があったら怖がってしまうんじゃないかっていうのを思いながらどうしようと思ってでもそのまま家入ってねすぐにリビング無視して寝室入んのもなんか変態みたいで気持ち悪がるやろなと思ったからリビングは絶対寄らなあかんなと思ってで家に帰ってリビングに行ったんですでリビングでじゃあテレビでも見ようかって言って座った瞬間にもうあっちこっちからラップ音が聞こえ始めるんですねでうわ最悪やと。 で女の子もその音の方を見てるしうもう気づいてるよなと思ってると今度キッチンからガッ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 って開く音が聞こえるとうわっと思って女の子も慌ててキッチンに行ったから「あごめんごめんごめんと」とちょっと怖いよなみたいなことを言いながらごまかしてたんですよで今度女性のうめき声がバーッと聞こえると「うわ最悪や」と「今日に限ってフルコンボかと」ともうむちゃくちゃ終わったなと思ってると初めて見たんですけれどもうーっうなっている。 女性の声が聞こえるところを見てみると壁から涙を流した女の人がグーッと覗き込んでるんででるすいやこんなん今まで見たことないしもう最悪な時に出てくるなと思ったらその女の子ももう泣きながらその人を見てるんですね。で「ごめんごめん怖いよなごめんなここじじ実は自己けやねん」って話をしたら「分かってますあの人私のお母さんなんです」って言ったんです。こここれどういういとかっって言ったらこの子実は ここに昔住んでた女の子でまだ幼,ななか幼かったから親戚のところに行ったんですけれどもあの、まあ、事故に遭う前にですね、まあ、お父さんお母さんと幸せな暮らしをしてたことしか覚えてないらしいんですよそのお父さんがだんだんだ,んだんおかしくくなってていくことも忘れてたんですねだからあの時幸せだったなっていううっすらした記憶があってお父さんお母さん会いたいなと思いながらよくそこを通ってるとたまたま引っ越しをしてくる D 君を見て あの人、声かけたらその部屋入れるかなっていうのがあったんですけれども勇気がなくて声をかけられなかったらしいんですよ。そしたらたまたま D 君が声をかけてやった、いけると思ってついてきたっていうお話です。ありがとうございました よろしくお願いします。作です。お願いいたします。で、これですね、今年2023年のスリラーナイトの営業一発目にご来店されたお客様から聞かせていただいたお話なんですけど、この男性、北海道からご旅行で東京に来られてて、で、その旅行の予定の中に、このスリラーナイトに来てくれることが入ってるぐらい、組み込まれてるぐらい階段を好きな方なんですよ。 なので、僕、その方に、怪談話実際にないんですか尋ねましたら、いや、実は、彼女の体験ならあ,ありましてと、彼女の体験談を聞かせてくれたんですけども、この男性ですね、北海道に今お住まいで、彼女が岡山県に住んでるって言うんですよ。で、遠距離恋愛なので、毎日ね、テレビ電話とか通話とかそういったものをしながら、こう、ずっとコミュニケーションを取ってるって言うんですよ。 でそんなある日、彼女がですね、会社を辞めて転職をするということになって、あ、そうなんだ。いいじゃん、いいじゃん。まあ、別な仕事にしたらいいよっていう話の流れから、せっかく転職期間中で何もしてないし、バイトをしようかなというので、あ、バイトしたらいいよと言って彼女が次の日見つけてきたバイトっていうのが、岡山県内にあるとあるモデルルームの受付のバイト。時給が1700円だっていうんですね。 かなり高時給でいいバイトだねっていうことでこの面接受けよっかなっていうことで面接行ってきて受かって明日からああ仕事になったあ,あよかったじゃんかっていうことでバイトの初日行ってきてその日はですねそのモデルルームの社員さんと一緒にどんな業務内容か聞いたっていうんですよ。 受付ががリビングになっってててそこが待機所でもあってお客さんが来た場合そこのねお客様のお名前とか電話番号とか聞いてこの一軒家をいろいろ2回とか3回見て回ってこの家どうしますか買いますか考えますかなのか新しく建てますかそんなのをやるって言うんですよ。でそれを受付を聞いて帰ってきて「明日から一人でよろしくね」と言って帰ってきたその日の晩どうだったっていう話をすると社員さんから嫌なこと言われたって言うんですよ。 何って聞いてみると「いやすぐ見つかってよかったよ」「このバイトみんな1週間持たないでやめちゃうんだ」って言われたのこれなんかありそうじゃないって言われた時にこの彼氏さんからしてみたらこのお店に来るぐらい階段好きな方なんですよ。これなんかありそうだなと実際に怖い体験彼女するんじゃないかなって思ったんですけど。 自分が階段好きなだけであって、彼女に何か体験してほしいわけではない。まあいろいろ考えたんですけど、まあ暇で辞めちゃうんじゃないとお。あんまりね、受付とかのバイトってなっても、あまり人来なさそうじゃん。まあそっかな。まあ明日も頑張ってきたらいいよ。と言って、2日目、彼女は一人でそのバイトの受付の仕事を終えて、帰ってきた夜どうだったっていう話をすると彼女を、もう辞めたいって言うんですよ。何があったの尋ねると、 あの家私一人じゃないって言うんですよ上に誰かいるそう聞いた時にやっぱり何か起きる物件なんだ思いながらも彼女は怖がってる自分としては心霊話が入って嬉しいけども彼女は嫌がってるどうしようでももっと詳しい話も聞きたいしなでも彼女怖がってるしな どう声をかけていいかわからないですけど、無理やり自分の中で100点満点の返答ではないと分かりつつも声をかけたっていうのが、いや大丈夫だよと。同じ一日なんかあったりしないんだからと。全く同じ日が2日続くことなんかあるかないだろ。明日になったらその上の物音とか足音気配、そんなのも全く感じなくなるで大丈夫。同じ一日はないから。そう言うと彼女が同じ一日はあるよって言うんですよ。 いや、そんなわけないだろうと。同じ一日が2日間連続続くことなんかないだろう。いや、同じ一日ってあるんだよ。自分のかけたアドバイスがこの文言だったがために、彼女の過去の体験談がぐっと掘り起こされたって言うんですよ。というのも、この彼女の幼少期の頃のお話だっていうんですね。小学校に入学して。 でこの自分のご実家の自宅が坂の上にあって、その坂をぐーっと下っていった坂のふもとに小学校があるって言うんですよ。で、これが自分の通学路だったって言うんですけども、この小学校に入学してから見るようになった夢があるって言うんですよ。その夢の内容というのが、小学校から帰ってる帰り道だって言うんですね。ランドセルを背負って一人でこの坂を登って帰ってるんですよ。すると、 坂の途中にある一軒家から急に水がバシャッかけられて冷たって思ってそのかけられた家の方をふっと見ると全く知らないおじさんが桶とひしゃく持って自分に水かけてきてに合って笑ってるそれを見た瞬間に怖くなってすぐさまその坂をバーッと登ってって坂の頂上に着いたタイミングで体がふーって上に浮くって言うんですよ でそのまんま上に浮いてたタイミングでパッと目が覚めると朝になってるこの夢をこの小学校に入学してから頻繁に見るようになったんですよでそんな小学校低学年のある日 その日はみんなと帰ろうと思ったんですけどなかなかタイミングとか用事が合わず自分一人で帰ることになっちゃったんですなんだみんなと帰れないのかつまんないな寂しいなそんなこと思いながらランドセル背ょってその坂を登って帰ってる途中とある一軒やから急に水バシャってかけられて冷たって思った同時にあれこれ私夢で見た内容だと思ってふっと横を見るとその家の前に夢で見たおじさんが。 おけと秘釈持って、自分に水かけてきて、にやって笑ってる、るそれを見た瞬間に、うわ、私、まさ見てる。とまって怖くなって、一気にバーっと坂を登って帰ろうとする、その坂の直前で、そうだ、夢の中だったら私、このまんま坂の頂上に着いたタイミングで、体浮いてたなってことを思い出した瞬間、坂の頂上に着くんですけど、これ現実なんで、夢みたいに体がふーっと浮き上がることなんかないんですよ。 そのまんま足は地面についたまんまそのまんま走ってって自宅に帰ってこの体験を母親に相談しようとも思ったんですけど何て説明していいか分かんなかったってんですよ例えば帰り道知らないおじいさんに水かけられてるんだって話をしたら大丈夫心配してくれるかもしれないけどそれ私夢で見てて知ってたのなんていう話をするとあんた何言ってんのって言われちゃうかもしれないと思って相談できずにいたってんですよ そのまんまその日夜を迎えて、さあ眠ろうということで、ベッドで眠ってて、眠りについてすぐぐらいに、本当、金縛りにあったんですよ。体が全く動かなくて、えこれどういう状況だろうと思って目をパっと開けると、目の前に天井があるって言うんですよ。で、えっと思って、辺りを目を動かして見てみると、体が浮いてるって言うんですね。これ、幽体離脱みたいに、自分が俯瞰で見えてるわけじゃないんですよ。体ごと、自分の部屋の中で浮いてるって言うんですね。 そのまま体が半時計回りにぐるん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 回転していき、そのまま頭に血が昇ってって、気を失う形で目が覚めると朝になってたって言うんです。ベッドの上で目が覚めてるって言うんですね。別に体が床に落ちてるわけでもない。あれ何だったんだろうと思いながら自分の部屋を出てリビングに行くと、テレビには朝の情報番組が流れてて。 朝の朝食をね、えー、お母さんが出してくれて、なんか朝母さんが話しかけてくるっていうんですけども、その内容もなんか違和感感じてるって言うんですよ。なんか変だな、なんか違うなって思いながらも、違和感の正体はわからない。遅刻する様子を言われ、ああ、じゃあ行ってきます。ランドセルしょって、この坂を下って学校に向かう道中、友達たちが集まってきて、あの漫画見た、あのアニメ見たっていう会話をしてる感も、なんか変だっていうんですよ。何が変なんだろう。よくわからないまま学校に到着して、もうすぐ1時間 目が始まるるってなった時に黒板を見てみると日直と日付がね書かれてるところが「昨日のまま」だって言うんですよ。あれ今日の日直変え忘れてるなと思ってると学校の先生担任の先生が入ってきて「さあ授業始めるぞ」と言って1時間目昨日の1時間目と全く一緒だって言うんですよ。 その時にようやく思い出したんですけど昨日の、ね、朝の情報番組の内容だったりとか朝食のメニュー母親との会話あの漫画見たあのアニメ見た昨日と全く一緒なんですってそこから2時間目3時間目4時間目給食昼休み5時間目と全く同じ一日を繰り返してるって言うんですよってなったらこの帰り道私一人で帰ったらまたあのおじさんに水かけられる ってていうのが怖くて一生懸命いろんんな友達に声かけたって言うんですよ一緒に帰ろう誰か一緒に帰ろうって言るんですがやっぱりその日もみんなと予定が合わず都合が合わず結局一人で帰ることになったって言うんです。坂の麓についてどうしようこのままだったら水かけられるどうしようそんなことを思いながらも一人で歩いて帰ってってその水が出てくる一軒家の前でピタッと止まってると急に目の前から水バシャッと出てきて「やっぱりだ」って と思ってその一をふ覗き込むとおけとひしを持ったおじいさんが自分の顔を見ながら、はああものすごくがっかりした表情をしてるすぐさまその差しを坂をバーッと登ってって自宅に帰って夜眠るとようやく次の日が来たんですよだから同じ一日ってあるんだよそう言われ本当だと思い で実際に同じ1日を2回2日連続体験してる彼女にもう頑張ってこのバイト続けようよっていう声はかけられないって思い、まあ、そのバイトやめたらいいんじゃないかなっていうことで結局彼女もこのモデルルームのバイトを1週間持たずやめちゃったんですだから岡山県内に時給1700円のモデルルームのバイトがあるとしたらそのモデルルーム結構やばい物件だと思うんですという。 1>, 1話に2話入ってる話っていうのを聞かせていただきました。 吉田清佳です。よろしくお願いいたします。えっとちょっとね短めの話にはなるんですけれども、皆さんオステオパシー医学って聞いたことありますか？えー、これってお薬を使わずに人間の自然治癒力にこうこれを活かして、まあ例えば筋肉とか骨とか、あとは臓器障害 これをどこが悪いところがあるのかっていうのをこう手でこう直していくっていうそういった手術法がありましてで大阪のとある町にこのオステオパシー医学を用いた手術院があるんですけれどもえこれ死をね言ってしまうと一発で検索すると出てくるんですね。なのののでいまだにに実実在すすると言いますか実際に営業中のえその 手術院でのお話なんですよでここで通っていった方っていうのが福地さんといいう若い男性ですで普段肉体労働をされている方なんですけれどももう日々あちこち痛くて節々が痛いもうお仕事の影響もあったんでしょうけれども体の痛みと精神的にももう本当に疲れきってしまってて。 仕事に行っても疲れが溜まっているからなんとなく身に入ら身が入らないといいますかもう全然仕事もできないし体も痛いしっていうので本当に困りきっていたとでそのたんびにマッサージ屋さんに行ったり整体に行ったりしてもみほぐしてもらうんですけれども気休め程度で全く良くならなかったんです。でそんな時に 本当に偶然知り合いから紹介してもらったのがこの大阪のとある町にあるオオステオパシー医学を用いたた手術院だったんですねでこれがとあるテナントビルの1階本当に狭い一室で先生一人でやっているところなんですけれどもこれがですねふだ、えー、はいろんなお店が他にも入っているんですけれども。 夜中でも予約をすれば先生開けてくれるっていうので福地さん日中仕事してますから夜ににねいつも予約を入れて通うようよなったんですで先生とってもいい方でいつでも連絡してくれたらというので,で完全予約制になってまして真夜中ででも見ててくれるっていうんですよで福地さんいつもだいたい夜9時くらいに予約をしてそれで先生に見てもらうことになっていたんです。でこれが 今年の5月です5月に先生に予約を入れて9時に入れてでこの委院に行きますともうほのテナントの人たちみんな帰ってましてポツンとここだけ明かりが灯っているで中入ると先生が待ってましてでいつもと同じようにう体を見てもらうことになったで第二腰をかけて「今日もよろしくお願いします」「またメンテナンスに来ました」 まあだいたい月に2回くらい見てもらうだけで本当に体楽になるんですよ。も先生やっぱすごいですね」なんてあ「じゃあもう今日もしっかり見ていきますからどうぞどうぞ」というので,で台に座っていつもと同じようにこう体を見てもらって頭ですとか肩ですとかどん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 こりがほぐされていって「あ気持ちいいなありがとうございますで」どどどどんどんどんん体を見て,いっ,てもらって。 で,で壁の方福士さん見た状態でいろんなチラシがこう貼ってあるんですけれども見るとはなしにぼんやりとこう見ていると店内にはこうヒーリング曲がわーっとかかっていて先生と自分と2人っきりで本当にリラックスしたようなそんな状況の中「あ本当に体楽になってきますありがとうございます」って。 ぼんやりと壁の方を見ていると突然頭上で「ママママねえこの絵本買って」小さな女の子の声がもうすぐ自分の頭の上で聞こえて「えなんだ?」さっき入ってきた時自分と先生2人っきりでしかも完全予約制なんで 他に人がいるわけがないんですけれどもすぐ間近で子供の声が聞こえたえいつ入ってきたんだろうでもしかしたら先生のお子さんなのかなと思ってそのまんま黙ってると先生も何も言わずにこう体をもみほぐしていくするとまた別のところから「どれにするのこっちがいいんじゃないの?」ってお母さんの声も聞こえるんですは なんで狭い空間の中で「親子の声が聞こえてくるやだやだこっちがいいこの絵本買ってよ」えー「えこの方が面白そうじゃないの」「やだやだ私これがいいんだもん」そう言ってパラパラパラっと本をめくるような音が聞こえてでその音とともに頭にファッと小さく風のようなものまで当たってくる。 おいおいおいなんだこいつらいやこの中であまりにも非常識じゃないか先生のことを信頼してここに通ってきたけれど何にも言わずに「自分の家族はこの中に勝手に入れてんのかと」としかも何絵本の話してる絵本買ってどういうことだろうなって「黙ったまま」を聞いてると「これがいいやっぱりこれ買ってよママ分かったもう仕方ないわね」 あのすいませんこれおいくらですか?」。もうすぐ間近で聞こえてそれと同時にとレジが開くような音が聞こえて「えさすがにびっくりしてふっと振り返ろうとしたら先生がトントンと肩叩いて「福士さん終わりましたよ」振り返ると親子の姿はなかったんです。 で今聞ここえたことを先先先生先生生に今親子を近くにいましたよねそてう,うと「え何の話ですか?」先生はその声全く聞いてないって言うんです。でこのことをもう内容とか状況とか親子だったとかそういった話をすると「あそういえば実はこの部屋私が借りる前。 ももとと絵本屋さんだったらしいですですすよってうんしかも私がここを借りる前内見に来た時ちょうどこの台の辺りがレジだったんです私ここにレジあったのを見たことあります福地さん不思議な体験されましたねって大阪のとある町にあるオステオパシー技術を使った。 とある委員でのお話です。 はいということで一巡目が終わりましたありがとうございますありがとうございますこの間に来たあメンバーシップに加入していただいた方<お>シェイクココさんさんさん,さん。 さらにマーさんもメンシップに加入していただきましてありがとうございます,いますメイソ撲へようこそそしてスパチャがですねタックさんから「千夏さん今日もお綺麗ですね歌舞伎長編楽しみです」と来ておりますりさらに栗ごはん AK、A、リノさん、うん、楽しんでますありがとうと来ておりますさらにヒロさんから「スー作さん5秒階段お願いしたい」と <laughs> 5秒階段でねやったらねあっちゅうまに100で終わっちゃうんでね <laughs> んせっかくなんでねちょっと長尺の方話そうかなと思って <laughs> さら、うん、にタムヤンさん、やっと合流できましたとスパチャいただいております、ありがとうございます。ということで、1、えー、巡目終わりましたけども、千夏さん、いかがでしたか緊張しちゃって、久しぶりのステージで。いや、そうですよね、ね緊張しながらね、さらに僕らで井山さんの回の途中に、全く画面に映ってないと思うんですけども。はいうん ガンとなったんです照明に激激激突突ししててじゃない刺さりますごい鋭利な照明、真下から突き刺さってしまう。あの時を全員がっていう笑いをこらえる時間がね。触れようかなと思ったけど階段には関係ないから触れられないと思って。申し訳ないじゃまして。いやいや、面白かったです。ありがとうございます。そして、国沢さん、いかがでしたか だいぶ調子悪いねえっそうですか俺ほんまにだから緊張すんのよあそこやっぱスリーダーの舞台がで冒頭で喋らなあかん分ぶっ飛ばしてもうてそれをどう取り返そうどう取り返そうでむちゃくちゃ必死だと思うあらやっぱあるんですね全然そんな風には見えなかったです見えなかったですかむちゃくちゃ緊張すんのあそこいやわかります な、でもずっと出てるやんスリラー。僕人前が向いてないんです。僕その。よう優勝したから。本当だ。うん。あ、hiro さん、スパチャいただきました。階段の中でも五秒階段でいいやでと。あ、だから合間合間に五秒階段。めちゃくちゃ嬉しいです。その h i さんの提案乗ったら俺終電で帰れそうやね。いやいやいや。それでそれをカウントはしないですよ。カウントはしちゃいますよ。カウントしない。しないしない。一つの階段に四るみたいな。いやそう。ですいやから。 <laughs> さっき僕あの1話で2話入ってる話っていうのをやったんですけどこれって2話換算なのかなってコメントあんですけど大丈夫これ1話換算で一話関算,算ですからここでねこぐるっと一順でしていくのが1話1話1話になってきますからご安心くださいすごい数の方が見てくださいやそうなんですよ今現在視聴数1517人の方が見ていただいておりますのでこれ一般配信だけで1517人なんでメンバーシップも 合わせるともっと見てくれてますうそういうことそうですすごいねそうなんですよす 格闘技の生中継の違法で放送されてるんじゃないですなんかもうちょっと前に戻っちゃうやつです見てはないです聞いただけですよごめんなさいなんかおしゃべり始めた瞬間にごちゃってなったから今どうしようと思ったら優しい山が拾ってくれてえっとちょっとズームになったとかするんですよね山竜さんから今来た素晴らしいメンバーですねとスパチャいただいておりますありがとうございます はい。さらにギャンボーさんもスリー・メイソンへようこそとメンバーシップに加入していただいております。うん、ありがとうございます。ますでね、ちょこちょこあの皆さんの中でちょっと不安されてた方がいらっしゃって、あのハニトラウメキさん、そして村上ロックさんの和数分。<laughs> 大丈夫なのかなこですけど、これはあのこちらの配信中に調整いたしますので、ご安心ください。ちゃんとメンバーシップで前半4週中にお話聞けますんで、ご安心していただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いしますということで、逆に Twitter とかの方でもね、皆さん考察していただけてますし、話怖いとか言っていただけてますので、えー、ありがたい限りでございます。ますで、さらにケンターさんも、スリーメイソンへようこそと。うんお ありがとうございますメンバーシップに加入していただいておりますね。はいありがとうございます。あ、せんさんもツイートしてくれてるんですね。久しぶりのフルスということで、写真付きでツイートもしてくれてますし、1、えー、巡目からもうすでに怖すぎじゃんだったりですね、えー、あそんなバイトあったらやっちゃうよなと、僕の話ですね。確かに時給はめちゃくちゃいいですからね。1700円ですもんね。1700円でございます。で ハッシュタグの方で6時間近くの会談夏祭り50はファイトと応援コメントも来ております、うん。ありがとうございます。あとホワイトハウスは有名ですねと、うん、来ておりますね。ただホワイトハウスに行ったわけじゃないんですよね。うん、まあそうっすよ、ね、こ,こじゃないなのでそういうねお話もたくさん来ておりますので、うん、えぜひぜひ皆様ツイッターの方でハッシュタグスリラーナイト」でぜひよろしくお願いいたします。でこのタイミングで、えー スパチャ来ております。百<前>は頑張って、百は階段頑張ってくださいと、五十嵐美恵子さんからスパチャ来ております。ありがとうございます。ということで、ここからはじゃあね、また2巡目に参りたいとい 早い早いでも1時間経ってるそうですもう一時間たってるそうですよこれで早ないとかって言ったらどん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 時間伸びてきますからどん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 ハイペースでねやっていった方がいいですからちょっとじゃ短めの話とかももう全然全然そんな感じでどんどんお話してってもうわずはね大体の感じでやっていただいて構いませんのでよろしくお願いいたしますはいということで2巡目もまた 同じく、井山さん、国沢さん、僕、千佳さんとやってまいりますんで、はい、よろしくお願いいたします。いいますあ、あはい、井山さんですよ、<う>はい。<laughs> なんでね、あ、結構ね、皆さん、はい、よろしくお願いいたします。 どうも階段師の良木先生よろしくお願いいたします。あの、この話変わった話なんですよね。で、聞かせてもらった方が、この歌舞伎町の飲食店のオーナーの方なんですよ。コロクさんという方なんです。今37歳の方でしてね。そんなコロクさんに出会った時に、僕が階段を喋ってというと、これ、いまだに僕自身怖かったけど、意味がわからないし、 人に喋っても全然怖がってくれないんだ。そういう体験談を喋ってくれたんですね。コロクさん曰く、今からもう30年ほど前のことらしいんですよ。当時4人家族なんですね。まあ、あの同じ家にお父さん、お母さん、そしてコロクさんと弟さんが住んでいたと。ただ、この弟さんが風邪ひいちゃったんですよね。そんなある日のことなんですよ。この弟さん、その家2階建てでしてね、 2階の部屋和室ででずっと寝込んでいるで夜になった時にまあこの1階にコロックさんとお父さんお母さんいたんですけど両親がコロックさんに「あコロク弟もう晩ごの時間だから連れてこい」って言われたんですよ「あ分かった」って言ってコロックさん階段上がってくんですねで弟が寝ている和室の部屋そのドア開けようとするとこれ引き戸なんですけど開かないんですよあれって思う。 全く力込みと開かないんですなんでと思ってるとその弟が寝ている部屋から弟のうめき声が聞こえるんですよ。え何かあったのかな何事だろうすごくうめき声が聞こえる。うーうーううでも全くこの引き戸開けられないんです。何かに引っかかってるかのように。で心配だ,なだったんで孤独さん思いっきり力をかってかけたら少しだけその戸が開いたんですよね。 5センチくらいでそこからパーって中のくと「あれ?」と思ったんですよその弟がうめいてるその横に黒人の男の子が立っていたというんですね何この状況と思ってるとその黒人の男の子スーってそのまま弟の場所離れて窓の方に向かってって窓をすり抜けて消えてそのまま空中に 魚の声に変わったらしいんですよそういうことがあったって言うんですよね。でもさ両吉さん僕これ本当に体験したんだよって本当に怖かったんだよだけど黒人の男の子がいただとかその後窓をすり抜けて空に魚の声に変わってって消えてたとか言うと全くく怖がってくれないんだよねって言うんです。えー、不思議な体験ですねって言うとただ関係あるかわからないんだけどさって言うんです。何ですかって言うと そもそもなんでこの弟さんが風邪をひいたかというと、その数日前に家族みんなで戦没者霊園に行ったそうなんですね。そこに大きな池があったと。鯉もたくさん泳いでる。その池にこの弟さん落ちちゃったんですよ。で、池に落ちたことによって風邪をひいたと。そこに鯉がいたから関係あるのかなっていうんで、え、コロクさん待ってください。戦没者霊園に行ったんですよね。 そそうだよじゃあそれって黒人の男の子じゃなくて黒焦げの男の子だったんじゃないですかって言った瞬間あって顔して30年ぶりにその謎を解けた気がしたそんなこと言われましたねありがとうございました。 えどうも国沢一生ですお願いいたします、えーまあいろんな方からの体験談をお預かりするんですけれども,もう僕幽霊がすごくなんだかんだ苦手で,で心霊スポットとかもすごい苦手なんですけれども、まあ、この話を聞いて僕より心霊スポット行きたくないなと思ったお話なんですけれどもとある男性の方から聞いたお話でこの方若い頃って超やんちゃやったらしいんですよ。で地元のの暴走族ととかか入っててて、まあ、免許取り立ての頃とかは、まあ 暴走族のの仲間とあっちこっちちこスポットに行くらしいんですねでその中で山奥にあるボロボロになった廃墟の一軒家があるとでそこはもう数年前に火災になってしまって全焼してそこから廃墟になっているとただでも取り壊しもされていないよっていうなんかこう心霊スポットがあったんですじゃあそこ行こうぜってなってみんなで暴走族バイク乗ってでそこに向かったらしいんですよ。 でその山に登っていってる時にその家が目に入った瞬間からめちゃくちゃ焦げ臭いらしいんですねでももう数年経ってるから火災からそんなにおいするのがもそもそもおかしいんですよでもめちゃくちゃ鼻につくやて臭いなと思いながら、まあ、そこに着いてで玄関は残ってたんでそこから入ってじゃあお邪魔しますみたいなんでみんなふざけながら入ったら左上を見てみると先祖のお写真がずっと並んでるらしいんですよでその中で ここが紐とかなっていうぐらい3番目に飾られてた先祖の写真が真っ黒らしいんですでおかしいなと思いながらも中に入って生活用品すごい残ってるなと思いながら見てたんですねそしたら、まあ、当時ガラケーだったんですけれどもカシャ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 っていう写真を撮ろうとか聞こえたんでパッと見たら一人の友達があちらこちらカシャ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 と写真を撮ってるんですでお前すごいなと。 ようこんなところで写真撮れるならもし何か写ったらどうすんねんって聞いたら「いや写すために撮ってんねやんカシャ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 」ってとにかくもう写真を撮りまくるらしいんですよ。うわ気持ち悪いことすんなと思いながらそのままその、ね、廃墟を物色していると突然音が聞こえなくなってどうしたらなろうと思った瞬間に「うわっ!」って言うんです。えと思ったら写真撮ってた男の子が上を見たまま固まってるんですよ。で何しんねん何しんねんって言っっ言たら 慌ててブワーって逃げ出してでみんなも怖くなったからとにかく逃げたんですよでバイクにまたがってすぐにその家を離れて山を下ったんですねで一番最初にやったコンビニにみんな集まって「ちょお前何やねん」って「脅かすな」って「何しててん?」って言ったら「いやちょっとやばいもん見てしまった」っていう話を聞いて「でどういうこと?」って聞いたらとにかくまあ写真を撮ってたと。で上を見たら天井が抜けててまあ2階部分もごっそり抜けてたからとにかく空が見えたと。 でそこ写真撮ろうと思ってパッと構えたら2階のところから真っ黒で顔が見えない明らかに人がぐーっと覗き込んできたとでそれをパシャッと撮ってしまった瞬間に怖くなって逃げたえマジでってことは写真残ってるんちゃう見ようよ見ようよってなったらああいいよいいよ残ってると思ううわ最悪やとびっくりして携帯落としてしまったってなったんですよでそのの時にもう一人の友達が いいや俺ら行行かんでお前一人で行ってこいよとでとにかくその子もいじられけられたんで「ついてこいよ」とか多分そんなん言うやろなと思ったら「いやわかったじゃあ行ってくるわ」って言ってバイクに乗ったんですよ。でなんか怒ってないと思いながらその子はバイク進んでいってブーンって一人行ったんですね。あいつめちゃくちゃキレてるやん何なん,なん機嫌悪いなと思ってるとすぐに U ターンしてきたんですよ。で U ターンしてきて「ハハハハハっていう笑い声が聞こえたから「あなんや」と。 携帯落としたと思ったけど持ってたんちゃうんって安心してみんな待ってたらその男の子をめちゃくちゃ加速して対向車線にはみ出して走ってきたトラックに正面衝突してそのまま亡くなったんですって。でその携帯っていうのはやっぱりその心霊スポットに残されていたんですけれども中のデータを見たらそこで撮った写真1枚も残っていなかったらしいです。でその男の男人は まあこういう体験したから俺は心霊スポットに行かなくなったんですと国澤さんも気をつけてくださいねって教えてもらったお話です。ありがとうございました。 よろしししくお願いします策ですお願願いいまますすすでこの話ですね僕の友人の佐々木くんという友達から聞かせてもらったお話なんですけどこの佐々木くんの大学時代のご友人でですね大石くんというお友達がいまして。 でこの大石君と佐々木君2人ともお,お酒が飲めないので一緒に遊ぶってなった時になんだかねこう居酒屋に行って飲むとかあそういったことをせずに2人ともこうカフェ巡りじゃないですけどおしゃれなカフェ行ったりとか美味しいコーヒー屋見つけたりそこのランチベニューを食べたりするのがあ2人のなんか遊びみたいな感じだったって言うんですよ。 で、大学卒業して社会人になってからもたびたび連絡を取って、えー、いいカフェ見つけたから今日一緒にご飯食べに行こうよ。いいね。とこう言って、えー、土日休みなんか二人で会ったりするっていうんですね。で、そんなある日ですね、佐々木くんが見つけたおしゃれなテラス席のあるカフェがおすすめだから。ということで、そこに大石くん呼んで、せっかくなんでね、テラス席で外に出ながら、えー、ご飯食べてたっていうんですよ。それと大石くんから、ちょっとさ、最近困ったことがあって、と言って相談を受けてどうしたの 尋ねると、いや、前住んでた家での話なんだけどさ、といって話してくれたのが、この大石くんが以前住んでたマンション、ある日の夜中、タバコが切れたからということで、最寄りのコンビニに向かったって言うんですよ。で、夜中、あ横断歩道を渡った先にコンビニがあるんですけど、その横断歩道の手前に着いたときに、そのコンビニの数軒隣のマンションの前に、消防車が2台ぐらい止まってたって言うんですよ。あ 火事かなって思いながらも、自分は別にこの野獣馬に来たつもりではないんですよ。普通にコンビニにタバコを買いに来ただけなんで、なんか大変そうだなって思いながら、横断歩道を渡ってコンビニの中入ってって。で、目的はね、タバコだったんですけど、そういえばあ飲み物とかなかったなとか、あ明日の朝食買っとこうとか、あなんか新メニュー出てるな、このお菓子おいしそう。普通にコンビニの,こういうものあ買い物をね、こう数分楽しんで、で、レジで目的のタバコも購入して、 さあ帰ろうということで、レジ袋を持って、コンビニの外に出ると、さらに消防車が数台追加されてて、さらにはね、この逃げ出した住人の方だったり、野獣馬の方とかも集まって、かなりの人でごった返しだったんですよ。で、焦げ臭い匂いもしてきて、なんだか大変そうだなと思ってると、その人だかりの手前に、キミサキと言って、娘さんを探してるお母さんらしき人物を見かけたんですよ。 でこれを見た時にどっちか分からなかったっていうんですね。というのもこれ火災で巻き込まれてまだ娘さんが建物から出てきてなくて探してる母親なのかそれともこの人だかりで娘さんとはぐれちゃって娘を探してるお母さんなのかわからなかったんですよ。 なんかすごい大変そうだな。大丈夫ですかって声をかけようかなとも思ったんですけど、別に自分は野印馬に来たわけではない。普通に買い物をしに来ただけだし、まあいいや、っていうことで、そのまんまコンビニを渡って、横断歩道を渡って自宅に帰って、遠巻きにサイレンの音は聞こえるんですけども、そのまま眠りについたって言うんですよ。 翌日朝起きて会社に向かうってなった時にはもう昨日の出来事なんかすっかり忘れて会社に向かって夜帰ってきて晩ご飯どうしようかなまあいいや今日もコンビニで済まそうということでそのまんま最寄りのコンビニに向かいましてお弁当を一つ購入してコンビニから出てきたタイミングで美咲美咲って声が聞こえてえ昨日の火災現場の前を見てみると 昨日と全く同じお母さんが「美咲美咲」と言って娘さんを探してるんですよ。えまだ見つかってないのえそんなことあると思いながらもうなんか変だなと思ったんですがそのまんま横断歩道を渡って自宅に帰ったこの日からコンビニから出るっていう行動を繰り返すと「美咲美咲」と言ってずっとお母さん娘さん探し続けてるって言うんですよ。それれを見た瞬間にあこれもしかしかて もう娘さんすでに亡くなっちゃってるけどそれを受け入れられないお母さんがいまだに娘さん探し続けてんのかなうわなんかすごいところに遭遇しちゃったなって思ってるタイミングでちょうど自分のの契約更新の時期だったって言うんですよでこのまま延長してもよかったんですけど近隣の、ね、最寄りのコンビニがそうなっちゃってるんで、まあ、そろそろ引っ越すかっていうことで駅ごと変えて引っ越しをすることになったってんですよ。 で、新しい駅目まして、引っ越し用の初日、えー、荷物を運び終わって、二ほどきする前に、新しい自分地の最寄り駅、どんなもんか散策しようかなっていうことで、駅前の方まで行きまして、あ、ここにドラッグストアあるんだな、ここにスーパーあるんだなと、あ、ここのご飯屋さん美味しそうだ、今度来ようとか、あ、お,おしゃれなカフェもあるわ、なんていうのを見終わった後、じゃあ二ほどきするために自宅に帰ろうということで、住宅地に入った瞬間、三崎、三崎、背後から声聞こえて、 嘘だろうと思って後ろくる振り返るとあのお母さんが自分についてきて「みさきみさきって言って娘さん探し続けてるって言うんですよだからさ俺にそのお母さんついてきちゃってんだよなあこれどうしたらいいと思うっていう相談をこのおしゃれなカフェテラスで相談されていやどうしたらいいって言われてもなお祓いとかに行った方がいいのかなって答えようとした瞬間「みさきみさき声が聞こえて パッて横見ると、テラス席の横の横,の横断歩道を、美咲、美咲って探してるお母さんの姿、佐々木くんも見ちゃったんですよ。それを見て、大石くんな、俺についてきたんだよ。どうしたらいいかなっていう相談を受けて、いや、ごめん、わかんない。としか答えれなかった。そんなお話での友人の佐々木くんから聞かせてもらいました。ありがとうございました。 これインタビューさせていただいた方がですねお寺の娘さんなんですよ、えー、お寺の娘さんということで子供の頃からちょっとした霊感のようなものがあって ただ宗派によってはこういった霊的な存在を認めないというねそういった宗派もあるようでえご両親からはこう小さな頃から何か見えたとしてもそういったことを言っちゃダメよ口にしちゃダメよって口を酸っぱくして言われていたそうなんですよ。なななのででるべく人ににそうういいいったたことは話さないようにしていたでも 怒るんんでですすよよ見ちゃうんですよこれをねなんとか消化したくて専科さんにちょっと聞いてもらいたいんですけどということでね、えー、現在20代の女性かから聞かせていたただきましたで彼女大学生の時に、まあ、あの同じサークルにいる男性とお付き合いしてまして半,半同性状態でとあるアパートで狭いお部屋だったんですけれどもそこで暮らしていたと。 である日彼氏の方が「今日はちょっとサークルの仲間と飲みに行ってくるから早めに寝といて先に寝てていいから」ということで彼女一人で眠っていたんですで彼が帰ってきたのが明け方だったまだ外は暗かったんですけれども物音で目が覚めましてで玄関の方まで行って鍵を開けて「彼が帰ってきたねお帰り」と言ってでまだ眠かったしもう一回寝ようかなと。で次の日 授業もなかったからゆっっくり寝よううとというこででまたたベッドに横に横なったんですで疲れきっていた彼の方はすぐにスーッと年季を立て始めたただ彼女の方は一回眠ってたんでねそんなにすぐに眠くならなくってぼんやりとこう天井の方を見てるで外がだん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 少しずつ明るくなり始めた時なんとなくゾクッと鳥肌が立ってあれ何だろうなと。 なんだかゾクゾクするおかしいなと思って何気なくふっと足元の方を見てみるとなんだか黒いもやのようなものがあるん何これもう気になってじーっと見ているとそのもやのようなものがゆっくりと上の方にズルズルと這い上がってくるようなそんな感覚があって「え何これ何これ?何これ」と思っているとだんだんそれが起き上がってきて「ええ 待って何,何これ何これと思っていたら突然ぐっと首を絞められた。やばいどうしよう。声が出ない。苦しいどうしようどうしよう。でその首を絞めている人物のことを見ようとすると髪の毛がバサッと落ちてでそのままぐっと首を絞めながら何かブツブツ喋ってる。何言ってるんだこの人。ああどうしよう苦しい。何もできないどうしようと思っているとブツ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 何か言いながらぐーっと締めてくる。 でだんだん何喋ってるのかっていうのが聞こえてきた「殺してよ殺してよ殺してよこの隣にいる男を殺してよ今すぐねこの隣の男を殺してよ」って言ってるんですでギャーッと悲鳴上げてその女をはねのけるともう一瞬にしてその女の姿なくなってたで彼のことをすぐに叩き起こして「ねえ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 起きて起きて起きれって こをすりながら「何何?」起き上がったところがなぜか今見たことを言おうと思うんですけれども一緒にしてこの彼女の全身に喜怒哀楽そのすべての感情がブワッと駆け巡ってでも彼の顔がおかしくておかしくてたまらないんですわけがわからないもうギラギラ笑って。 顔ももう姿も全てがおかしくて笑いが止まらなくなってしまってで彼の方は僕はどうしたのってこっち見てるんですけどそのどうしたのの顔もおかしいし言葉もおかしいし笑い続けたと思ったら急に怒りの感情がぐわーっと湧き上がってきて彼のことを憎,憎くて憎くてたまらないんですなんでこんな男と今私一緒にいるんだろうってでその後急に涙がパラパラっと出てきて その後はおかしくてたまらないいろんな感情がぐる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 駆け巡ってそのまますっとようやく感情が落ち着いて「どうしたのおいどうしたんだよ何があったの?」って聞かれたあとねなんか悪いことしたって彼に聞いたんです。ね悪いことしてきたでしょうなんか悪いことしてきたんじゃないの そう言うと「いや悪いことはしてないけどじゃあどこ行ったの?」いや別に誘われて行こうと思ったわけじゃないけどあいつらに誘われて心理スポット行ってきたっ、ね、どこ行ったの?」いやどこ行ったの?」って言われても誘われて行っただけだからよく分かんないよ もうそれがもう腹が立って腹が立ってどうしてそんなところに行ったの遊び半分でそんなところ行かないでよと散々彼氏にお説教をしてこのの日はそのまま終わったんですで後日サークルに行った時に彼と一緒にその心霊スポットに行ったっていうメンバーに会ったんで「私こういうことがあったのよ」「もう絶対にそういうところ行かないでね」ところで「その心霊スポットってどこどこに行ったの?」 いやどこって言われても別にそういう名前とかある場所じゃないんだけどいや私こういうことがあったのに首絞められたのよ全然知らない女の人にか上に乗っかられて「この男殺してよ」って言われながら首絞められたんだよ「もう本当どこ行ったか思い出してよ」って言うと「あそういえば心霊スポットってわけじゃないんだけどそこって昔女性が考殺事件考殺されて 亡くなった方がいるっていうのそれ聞いて行ってきたんだって友達そう言うんですもうそれ聞いてなお腹が立って絶対にそういうところ行かないでねって言い聞かせたんですで後日ですね全く別の友人と彼女ドライブに出かけたんですでドライブに出かけましてその時三人で出かけたっておっしゃってましたでも本当に楽しくって音楽をかけながら ご飯なななんんんか食べに行こうなんてみんなではしゃいで,でお気に入りの音楽をかけてもうノリノリでその音楽を聴いてましてじゃあこの楽しい映像を撮って動画に撮って SNS に投稿しようよなんて言って短めの動画を回したんですでその時に流していた曲っていうのがとあるバンドの曲なんですけれどもその時のメロディー 殺殺してよ殺してててよよっていうワンフレーズがあるんですでその前後わっと流れている中じゃあこれ再生取れたものを再生してみようよと拡散しようと思って押したところなぜか他の部分はスーッと流れているのにその 「殺してよ」の部分だけ再生がもう妙なスローモーションになっていて「殺してよ殺してよ」妙にスローモーションになってその後はまたパッ 通常のスピードに戻るそこだけ切り抜かれたようにスローモーションになってるんです何これ気持ち悪いこれさ面白そうだからやっぱり SNS に投稿してみようということでお友達が押してみたんですところがそれ投稿できなかったんですよあれなんか投稿できないあ、じゃああなたがやってということで別の子が投稿ボタンを押した 彼女もダメだったでこのお話を聞かせてくれた彼女も投稿ボタンを押してみたんですけれども3人とも結局その短い動画 SNS に投稿することができななかったんんでですよでだろうねじゃあ関係のない私のいとこに頼んでみるよということでいとことまた別の人何人かにその短めの動画を送ったんですけれどもそのいとこたちもなぜかそれ 動画の共有はできるんですけれども SNS に投稿することはなぜかできなかったって言うんですなんででしょうねしかもそのワンフレーズだけ殺してよ殺してよのところだけスローモーションになってくっきりとあの時女の人に囁かれた言葉と全く同じだったんですなんでその場所に行かなかった 私に来るんんででししょょううか行くんだったら彼のところでしょうどうして私のところに来ちゃったんでしょうか私がお寺の娘で霊感があるからなんでしょうかって「千夏さんその動画持ってるんですけど渡してもいいですか?」そう言われて送ってもらったんです再生ボタンを押したところ再生自体は私もできました彼女が言っていた通りあのワンフレーズだけはなぜか くっっきりとスローモーモションになっていましたただこれ私投稿すするることとできると思いますか投稿したらこれ世界中に拡散されることになりかねないそしてまずそう投稿ができるかどうかもわからないんですけれども彼女から送られてきたその動画この中に入ってるんですよ。 これを投稿するかどうか今後考えたいと思います。 はいありがとうございました2分でも終わりましていまはい、はい、このタイミングで KOO、えー、さんそしてノアノアさんがメンバーシップ3メイソンへ加入していただきましたありがとうございますありがとうございますはいなのでぜひ皆さんもこのタイミングでねメンバーシップ加入していただけたらなと思っておりますでね今ちょうど視聴数1616 16人さらに増えましてあこのタイミングで石狩り シャケオさんがスリーメイソンへよよこそよろししくお願いいたしますじゃあ皆さんにねもう一度ちょっとメンバーシップの加入方法をお伝えしたいなと思うんですけどあ山龍さん今宵も怖いですね満タンのスタンプカード2枚あるけどまだ使えますかまた行きたいなとスパチャー来ておりますスタンプカードに関してはね有効期限墓場までとなっておりますので全然使えますのでぜひよろしくお願いいたしますでメンバーシップ月額590円でございました えー、Android PC でご覧になっている方はスリラーナイトの YouTube チャンネルのホーム画面の動画下に表記されているメンバーになるをタップしていただけましたらそのまま支払い方法を選択していただいてメンバーに加入になることができますで iPhoneiPad をご利用の方だとおそのままね 端末のアプリから登録することも可能なんですけども手数料かかってしまうのでえそちらなしでえ登録したいなという場合はスリラーナイトの YouTube の動画の URL のリンクをコピーしていただいてサファリの検索でペーストしていただいて表示された画面左上の A あという部分タップしていただきましたらデスクトップ用ウェブサイトを表示というものが出てきますのでそれに変更していただいてメンバーになるをタップしていただくと Google アカウントログインする画面になりますのでそこからチャンネルのメンバーになっていただいて支払い方法を選択していただきましたら月額590円で加入できますのでぜひぜひ皆様そちらの方法でねお試しいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。ししお願いいいます,いますはいととうことで、えー、2巡目終わりまし したけど井山さんいかかがでしたかあの不思議なことにその僕、うん、ま黒焦げっていうワードなんですけどはい、はい、それから国さんが焦げたようなとか、うん、で数作も、やっぱつながるのかなね、はい、僕も本当にちょうどこの話しようと思ったら始まったので、うん、助かりました、なんかさもつなげたような感じになったんで。<laughs> そうですよね <laughs> <laughs> 腕なの腕なのかな腕,<だ>腕があるように見えましたけど、めちゃくちゃたまたまです、はい、そうですよね。よねほんと偶然。偶然。われわれ。<々>トップバッターから腕とか関係ない <laughs> 何もつなげてもな、はい我々われわれがつなげたように見えただけで、たまたまセレクトじゃん、その話。腕なのこっちの方ですかつなげたなら、もし。1個合わせたのは、両吉の尺ぐらいに合わせようと思った。あ,ありがとうございますそう 僕もねちょっとお話ちょっと考察というかじゃないですけどやっぱ国沢さんの。 話はね、あのコメントでもあったんですよそれこそツイッターのハッシュタグスリラーナイトの方でも載ってたんですけども、国沢さんのあの会談はやっぱり意外な落ちでゾッとするという。ああ、りがとうございます。いやコメントがあります。怒られるのかなと思ってちょっと構えました。いやいや大丈夫です。ずっとネガティブなんですよ。始まる前から。それこそね、その国沢さんの話の多分これハッシュタグのスリラーナイトだと思いますけど、会談は好きだけど新スパはいかんなとやっぱおっしゃってるんで。いやいかん方がいいですよ。いやそうなんですよ。行く行く いや俺行きましたし結構な、うんならその23時まで働いた時にこの歌舞伎町スリアナイトで、うん、その後千葉県の心霊スポット行ったことありますからね、えーま、それプライベートではい、えー、やもう気持ち悪い哀愁と気持ち悪さが入ってるよ今 <laughs> どうせこんな日誰も来ないだろうと思ったら三組いましたわバレンタインにその心理スポットにあ、こんばんはもう真伏たちになれるよそれ上の一番奥怖いですよって分かりましたつったらもうそこ二組並んでて順番待ちですかみたいなすごいやっぱねそういうねどん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 ね そのここに来る方がやっぱ多いんですよねそこそ、うん、あの階段のそういったものを今日はホラーデーにしようと思ってるんですみたいな感じでよく何でしたっけあの台場お台場の方にあるね台場回帰学校とかの、うん、ああいうお化け屋敷に行ってから来ましたとか、うん、お化けん行ってから来ましたっていう方もいらっしゃるんですけどそれでここで階段を聞いて最後。 そっちの,メンバーあの,その心霊スポットに行こうと思ってますみたいな,で結構ツアーなんですよね、えー、そういう方もいらっしゃって逆に2択みたいな感じでなんかここに来るかはたまたあのもう心霊スポット回るか2択で迷ったんですって方も結構いますしなんかツアーがあったりするらしいですね責任問いませんっていう心霊スポットバスツアーみたいなそういったものがなんかそれこそコロナで延期になっちゃったんでこっちに来ましたみたいな。 コロナの責任は取れないんで、うん、ただ心霊スポットの責任も,も全く取りませんよということで、<laughs> いここのお店はいろいろそういうこと、霊現象もありますの、うん、で、お酒飲める合法な心霊スポット合法なね <laughs> 確かということで,で、このタイミングでもねちょっとまだ。 お二人到着はいちょっと時間調整、ま、だ連絡ないですね。ないですか、はい、でロックさんもねもうちょっとしたら到着するみたいなえロックさんがはいそうですロックさんの到着時刻ももうそろそろの時間なのでロックさん歩幅が短いからね <laughs> なのでちょっと到着時刻を <laughs> はい。 でもロックさん、もう長年その歩幅でやってる,ってるので、分かってるはず、でてるかな加減はできてるはずですよ、<年>その理由で、歩幅足らずでという理由で、遅れた理由にはならないですから。いいかそんなわけないですから、大丈夫ですよ。うん、はいということで、えー、今、ここからねやって、また調整しますんで、もう早速なんで、そのまま3巡目に入って、<ー>えー、階段尺の調整はしていきたいと思いますので、えー、ぜひぜひ。 ご視聴よろししくお願いいたしますでさらに皆さんメンバーシップへの加入そして「ハッシュタグスリラーナイト」での感想ツイートのほどもよろしくお願いいたします。はいということででは3巡目また井山さんからよろしくお願いいたします。いますはい、はい 水のの味方気になるペットボトルちょうどコンペッ来なきゃいなヒロさんからあ,<ー>あ、スパチャは5秒階段で繋ぐんだと言われておりますので、繋がっていただきます。いはい、ああでは窓という5秒階段でございます。<お>改めて言って気づくんです。そもそもその部屋窓なんて一つもないんですよ。 ありがとうございます。いいね。はい。いね。これは1話に含まれる。これは1話に含まれません。はい。入りませんので。はい。なので、いや、つないだんだから行く準備しといてよ。何ちょっとリラックスしてるんですか。次あるかな次あるかなじゃないんですよ。はい。ということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 会談師の先生よろしくお願いいたします。これ詳しい職業はいないんですけどとある公務員の方から聞いた話なんですね仮に A さんとしましょうかそんな A さんがおじいさんから聞いた話なんですよ自分のこの A さんのおじいさん1960年代なんですけどねビルの管理人をしていたとそんなその時代のある日のことなんですこのおじいさん知り合いの社長から電話がかかってきた これどういうつながりかというと、この社長もこのおじいさんも共に、石川県から東京に来た人たちなんですね。そういうコミュニティがあったと。そんな社長さんからおじいさんに電話がかかってくる。どうしましたって言うと、お前、ビルの仮にやってるよなって言うんです。はいって言うと、空いてるオフィスないかなって言うんですよ。なんでですかいや、俺、会社を移したいんだって言うんですね。 でもそれ聞いて、このおじいさん、あれおかしいなと思ったんです。というのも、この社長さんって、その電話が来るちょっと前に、もう神田のビルにオフィスを借りてるんですよ。借りた直後なんですね。なのに、そういう電話が来た。え、何かあったんですかっていうと、実はって言って、そのおじいさんあ、その社長が話し始める。この社長曰く、神田のビルを借りて、これ4階建てなんですよ。 その最上階のフロアを借りたと。ただ、おかしかったっていうんです。この階段のビルクが。なぜかというと、4階建てなんですよ、見た目は。で、中に入ってもエレベーターは4階部分しかない。ただ、階段で上がると絶対に5階分あるっていうんですね。妙に3階から4階に上がる階段が長いんですよ。でも、外から見ても4階だって、エレベーターも4階だって、おかしいなとずっと思っていたと。 でこの疑問を社員に言っても社員は「そうですか?」ってあんまり気にしていないでも社長さんだけずーっと気になってるそんなある日のことこの3階か4階に上がる階段上っていくとあれと思ったんです不自然に壁が板張りされたとこがあったんですねなんでここ板張ってあるんだろう気づかなかったけどんと思ってこのおじいさん無断でその板を 力づくて剥がしたそうなんですよするとあれって思うドアがあるんですえ何ここと思ってドアノブひねると鍵かかってないでギーって開けるとやけに天井が低いフロアがあったとやっぱりこのビル5階建てだったんですよでもそのフロアって窓がないんですで壁中にお札が貼ってある で、ほとんど何もないんですけど、中央に会員ベッドが置いてあるんですね。その横に会員式のトイレもあって、神棚も置いてあったと。気持ち悪と思った。え、何この空間元からこういう設計じゃないとこういう風に作れないような、何がいたの何を閉じ込めてたのっていうフラを見つけちゃったと。ですぐに社員呼んできた。見てここ。何ですかこれわかんないような。で、その神田のビルの代わりに、 問いい合わわせたら、からかないって言うんです。そんなわけないだろうと思って。で、もともとその4階のフロアを使っていた前の会社に連絡してみた。すると、その会社も、いや、そういう場所知りませんって言うんです。よくわからない謎のフロアが見つかったと。で、どうしたもんかと。とりあえず放置するしかないんですね。そのまま一旦家にみんな帰ったと。翌日なんです。社長、出社して仕事を終えて家に帰ってきた。すると、家に帰ったタイミングで、 黒電話が鳴ったんですよ誰だろうと思って出るとこれ石川の親戚からだったんですで電話で鳴り「お前大丈夫か?」って言ってくる「社長さん何が?」って言うと「お前本当に大丈夫か何かあったか?」って言うんで「えどうしたんだよなんでそんな心配なんだ何もないよ」って言うと「実は」って言うんですうん「お前昨日な俺変な夢見たんだと」とそれは「お前が死ぬ夢だ」って言うんです 詳しく言うと、正確には社長が死ぬ夢というよりかは、よくわからない葬式に参加してる夢を見たと。夢の中で、え、これ誰の葬式なんだろうと思ったら、遺影がその社長だったって言うんですね。それで今、心配してお前に電話かけてると。社長さん、それ聞いて、いや、確かに気持ち悪い夢だけど、それ、夢は夢でしょ。大げさじゃないって言うと、ちゃんと聞け。昨晩親戚全員が お前の葬式の夢見たって言うんですよ。社長が謎の風呂を見つけた日の晩に親戚みんな社長の葬式の夢,夢を見たと。これ普通じゃないと思ってお前に何かあったんじゃないかってかけてるんだ。なんか昨日あったかって言うんで、いや実はこういう風呂を見つけたのは自分の会社でって言うと心配してくれたすぐにそれ霊能者か霊媒師かなんか雇ってお祓いしろって言うんですよ。分かった。でも一応社員に相談してみるって言って電話を切ったんですね。翌日 この社社社長さん会社に出社するで仕事が始まる前にちょっとみんな集まってくれって言うんですよ。何ですかいきなりだけどあの下変なフラー見つかったよなあれお払いしようと思うって言った瞬間そうしてくださいってみんな食い気味に言うんです。まだ何も説明してないんですよ。俺が言うのも変な話だけど何でそう思うんだって言うといや社員言えなかったんですけど。 社長があの変なフラを見つけた日の晩に社員全員社長の葬式の夢見ましたって言うんですよ親戚だけじゃない社員もみんなだったんですそれ聞いたこと社長さんゾッとしてすぐに霊媒師を呼んだとでそのフラに直接招いて一応お払い的な何かをしてもらったそうなんですねだ聞いたかどうかわからないとだから気持ち悪いから お前ビルの管理人だよな空いてるオフィス代かそこに移したばっかだけど、まあ、また新たに会社移したいんだっていう電話だったんですよそれを聞いたこの A さんのおじいさんすぐにこの話あこれ本当だと思ったんですなぜかというとこのおじいさんも社長の葬式の夢見てたんですよねそんな話聞かせてもらいましたでこれ一応補足なんですけどねその神田のビル自体はもうないらしいんですよ壊されて で、この社長さん、いまだご健在だそうですね。おそらくそのおはいをするっていう行為が正しかった、それでいまだに生きながられている、そういう話聞かせてもらいましたね。ありがとうございました。 えどうも国沢ですすお願いいたします、えー、これはですね、まあ、男性の方から聞いたんですけれどもこの方はずっとサラリーマンをやっていたんですけれどもある日突然会社から転勤の命令が出たんですよ。でそれがめちゃくちゃ遠くて嫌やなと思ったんですけれども海外でフランスやったらしいんですよ。街って嫌やなとでフランス語ももちろん喋られへんし行ったこともないから文化も分からへんし何も分からんところ行きたくないなと思ったけれども。 まああのこの会社が好きやし戻ってきたらっていう約束もあったから、まあ仕方がないかと思って泣く泣く受けたんですってそれをでその転勤の日になってフランスに行きましたとでもちろん行って着いた時はですねもう何にも言葉も分からへんからもうストレスしかないもう帰りたいなっていうホームシックとかすごい味わいながらも日々過ごしてたらしいんですよ。 でちょっとずつ慣れてきた頃に同じ会社で勤めているめちゃめちゃ綺麗な同僚の女性がいてその人ともう片言でずっと、ね、フランス語と日本語も教えながらみたいなんで会話をしているとだん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 居心地が良くなってきてで2人ともこの恋仲になってですねお付き合いすることになったらしいんですよ。でそれからまあデートを重ねてもう交際もして、あのー、しばらく付き合っていく中でじゃあ結婚しようってプロポーズしたらその方が受けてくれて結婚して。 ああよかったとフランスってよかったってなったんですけれども結婚してしばらくしてからやっぱあまりにも綺麗な奥さんやったんであの同じ会社の上司がその奥さんのことをめちゃめちゃ好きになってしまっててストーカーチックになったらしいんですよ。で奥さんもそれを困ってたんですけれども,もう上司やしなかなかこう逆らいもできなくてどうしようどうしようと思いながらもあの注意とかしていった中で。 ある時完全に尾行とかされてもうストーカーがエスカレートしていったからもう警察を入れて接近禁止命令みたいになったんですってだこれで良かったかなと思ったけれどもその接近禁止命令が出たことにやっぱ逆上してしまって旦那さんがいない時にその上司は奥さんを襲ったらしいんですよで怪我もさしてでもう完全にこれで警察に通報してその上司は 捕まったらしいんです、ね、で、すね首にもなったからあこれで奥さんはあのストーカーされることなくなって安心やなと思ったんですけれどもやっぱりそういう被害やったら、まあ、トラウマにもなるんですねでしばらく会社を休んで久々に出社した時に、まあ、中にはこう心配の声をかけてくれる人もいたんですけれども逆にあのバッシングみたいな感じでちょっといじめっぽくもなってしまったらしいんですよ。で奥さんはどん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 心が病んでいってしまってもう会社にも行けなくなって部屋でも あんなに明るかった奥さんやったのにもう暗く閉じこまってしまうみたいな性格になってしまってたんですではこれは困ったもんだなーって思ってる時にですねあの日本から帰っておいでっていう連絡が来たんですよ日本に戻っておいでっていうでこれがもう月日フランスに渡ってから10年ぐらい経ってるからもう戻りたいなっていうのもあったんですけれども奥さんの気持ちもあるしどうするって聞いたら奥さんも日本に行きたいってなったんでよしじゃあ行こうってなってその日本に旅立つ前日 まあ、明日楽しみだなということで眠りについたんですで起きて気づいたんですけれどもこれ全部夢だったんですこの10年間フランスで過ごしたものをたった1日の夢やったんですでも明らかにもうリアルのリアルがずっと感じてるからもうフランス語も分からんまま言って 起きてからフランス語全部喋れるわけでも理解できるわけでもないんですけれども聞いたことない単語やのに意味が分かったりとかそういうのがあったんですねでやっぱりあの日常毎日のことをずっと覚えてるからほんまに夢だけじゃなくて実際にフランスにその奥さんがいるんじゃないかと思って何度もフランスに行ってるんです。でいろいろ調べたらその会社自体はあるんですけれどもやっぱそういうとその会社に奥さんは働いていないし上司っていう方もいないんですよ。 でもその会社にはいないなでも会社自体は実際にあるしそのオフィスは見たことがあると。でこれがやっぱり何度何度行ってもフランスに通ってもやっぱそれが見つけられなくて実はいまだにその方フランスに行っていてで今回ちょっとまた長期で休みが取れたから今現在もフランスに本当にあの日夢で見ていた奥さんがいるんじゃないかと思って今タイムリーにフランスに探しに行っている。 え、そういったお話です。ありがとうございました。 えーまあ、この話はですね僕がですねいろいろ配信のアプリとかでね音声配信をしているとですね、えー、そこに僕の母親です実,実の母親が、えー、コメントをしてきたんですねあなんかお前もそんな階談とかするようになったよなそれやったらずっと言えなかったそのうちが実際にこうね呪われてたかもしれんっていう話したるわっていうことを言い出してで僕そのお話をね 聞いたんですようんまあ、本当になぜ逆に今まで言わなかったんだろうなというようなねお話なんですこれは僕の母きょうちゃんと まあ仮にしておきます仮にというか、まあ、京子という名前なんでね京ちゃんというはあだ名で、えー、親なんですけど呼ばせていただきますけど京ちゃんがですね小学校5年生の時の時話なんですよねうんその当時、まあ、僕は当然ね生まれてないんですけどもね、えー、非常に貧しい家でうんまああのー、文化住宅って知ってますかね、えー、アパートの中でも木造で、えー、壁も綿壁。 うん、とてもこう古臭いね、えー、アパートに住んでた、うん、そのアパートっていうのがね2階建てのね、えー、アパートしかも共同のトイレ共同のお風呂というね、うん、今ではなかなかないようなねアパートだったっていうんですで僕のねその母親京ちゃんの家族は2階の一室に住んでたっていうんです部屋もね6畳一間だっていうんですよね 玄関のドアもねもう引き戸のね本当に木でできたねもう本当に簡易で作ったんじゃないかっていうぐらいね薄くてボロボロの扉だったそうなんです。でその6畳一間に京ちゃんそして妹弟お父さんお母さん5人で住んでたっていうんですよ。ね今だったらね例えばちょっとね何かで捕まったとかいう方でももうちょっと環境がいいんじゃないかっていうぐらいぎゅうぎゅうのところに入れられてねまあ 京ちゃん住んん住ででたわけなんです、えー、ある朝ですよギャーという叫び声を聞くんですよバッと起きたらねまだ朝方5時ぐらい京ちゃん目を覚ましたんですけどもねその声の方気になるんですけど一人で行くの怖いなとパッと見ると、まあ、妹まだ寝てる弟も寝てるお父さんもお母さんも寝てる「あどうしよう」って。 でも気ににななななるな見に行くしかないな玄関の扉カラ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 ッと開けて廊下に出てトトトトトッとこう階段降りて1階まで降りたで1階のね共同トイレの前にね人だかりができてるっていうんですよそのアパート自体ね1 2 3世帯が住んでたと思うんですけどその人らでしょうね、えー、おばさんたちがこうね共同トイレの前に立ってるってさーっと近づいてね足と足の間がこうやって覗いたっていうんですよするとね その人だかりの真ん中に毛布の塊があると毛布がこう何重にも巻かれた塊があってその真ん中上部ですね包丁がドンと突き立てられてて毛布の上茶色く濁ったシミが広がってるって言うんですよ。えこれもしかしてと思ったら「きょうちゃん見たらあかん」って言ってえ横にねいる。 まあ住民たちに顔を抑えられて目を塞がれてそのまま自分の部屋に連れ出されたって言うんですよね、えー、まあ部屋に戻ってその時は分からないですけど結局噂なんてすぐ回りますからどうやら1階に住んでる塗装業をやられてるその一家のお父さんが。 まあお酒のトラブルででし殺されたっていうんですよね、まあ、それ自体はね、えー、まあ調べたら本当に警察が事件性があるもんということで調べたらまあ犯人も捕まったと特に不思議なことはなかったっていうんですけどそこからなんですそのアパートで不思議なことが立て続けに起こる一番最初のきっかけはですね1階に住んでる大学生の男性の方なんです。京ちゃんんに、ね、話しててくれたっていうんですけど 亡くなったはずの塗装屋さんのお父さんを見たって言い出すんですよね夜中1時2時ぐらいですよ真っ暗の中でもトイレ行くって言ったらね、えー、わざわざこう我慢もできないですから、えー、カラッとドア開けて廊下をととととと歩いていく共同のトイレもうとにかくトイレねしたいですからあんまり気にすることもなく中に入った男子の便器が2つ並んでってねええー、真っ暗の部屋 なななんんんととく手探りりでででパチッと電気をつけるるそれでもあんまり明るさって変わんないんですよちょっと茶色い電球がパッとつくだけですから、まあ、薄暗い中スッと入っていって男性便器の前に立つで用を足してるとねなんとなくこの左に誰かいる気配がするんですって、うん、人間ねこう眼球だけですっとこの横をなんとなく見るとね輪郭が見えるっていうんですよこのねまぶたのあたりの骨、えー、鼻 そして唇がうっすら見えるかどうか。でもその輪郭だけでわかるっていうんですよ。あれこれあの塗装屋さんとこのお父さんや。この顔の位置、この輪郭絶対そうやと思って。え死んだはずいや,いや、死んだはずというか死んでるよ。なんでいるんだろうと。うーん。でもこのままね、それに気づいた感覚をね、こうパッと見せると何かね、相手にも気づかれる気がしたと。 ぐっと息を凝らして何事もなかったかのように後ずさりして、えー、トイレの入り口まで出ると出た瞬間ダダダダダダッとこの廊下を走っていくんですけど後ろから同じように足音でドス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 って追いかけてくるって言うんですもうその音を聞いた瞬間絶対あの人だと思ったいつもいつも夜は静かに歩いてくれよと思ってたあの塗装屋さんのお父さんのドス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 ,ドスと踏みしめる音が聞こえるっていうんですよ追いかけてきてるどうしても気になるのがバッと後ろを見たら大きな口開けて 声をなんか出してるっていうそれがなんて言ってるかは聞こえないんですよああああああなんて言ってるかわからないまま大きな口を開けてお父さん耳を塞いだままこっちに走ってくるって言うんですようん。まあ、これどういう意味なのかわからないとにかく逃げないとと思ってギリギリ住んでるところで、えー、自分の部屋からっただけでガタンと閉めて中に入れた入ったらね その先ほど塗装屋さんのお父さんが発してた声っていうのを聞こえなくなったそうなんですねああよかったもしかしたら消えたんかもしれんとでも消えたのかもしれないって言うけどもこれね確認できないわけですよこのドア一枚向こうにまだいる気がする試しに開けてもしいたらそれまた入ってくるかもしれないそうするとこの大学生の方ねなんか部屋の中にこう僕閉じ込められたなというような気持ちになったって そこでこれ一晩過ごすのも嫌だなあそうだとあ1回だから窓から出て僕1回それでコンビニかどっかまで走って逃げたらいいんだと思って部屋の中のね探して靴引っ張り出して窓開けようとしたんですよ窓ってね夜だと真っ暗になって室内が明るいと鏡みたいになるんですよね、うん、その出ようとした大学生の横塗装屋さんのお父さんの顔が張り付いてるって言うんですようっ 思ってその瞬間その体の全体像が見えたお父さんの手伸びてるんですよ大学生の耳自分自身の耳をグッと塞いでてまだ塗装屋さんのお父さんあーっと大きい口を開けてるああそうかってこれ耳塞がれてるから音聞こえなかっただけなんやずっと横にいたんだと思わず振りほどいたその瞬間またあーっという声が聞こえて焦って も必死にドアをガラガラッと開けて窓から飛び出るように転げ落ちてまあそのままね朝までねお店のところで過ごしたっていうんですけどこれねこの大学生まあそれ以来ですよ音が聞こえたらもちろんねその幽霊がいる気がする聞こえなくても自分の耳を塞がれてすぐそばにいる気がするこれ安心できるタイミングがなくなったそうでねそのののスストレスのせいなのか 精神に異常をきたしてこれ入院してしまうんですよそれだけじゃ済まなかったんですその後そのアパートの住民たちが次々にその塗装屋のお父さんを見たって言うんですよでも見た人がみんな屋根まで上がってそこから飛び降りて自殺を図ったりまた別の方同じように見たと言ってる間に精神に異常をきたして入院してしまったり本当に首をつって亡くなった方もいらっしゃる 極めつけはねその塗装屋さんの家族なんです、えー、兄弟でねいたんですけどね弟の方がね夜中にお父さんの姿見るんですよそのしばらくした後二人で兄弟喧嘩した後お兄ちゃんに刺し殺されちゃうんですよねでそれを気にこうね病んでしまったお兄ちゃんも首を吊って亡くなる家族全員亡くなった母も 命を絶ってしまうんですよこれが続くとねそこに住む住民もいなくなって僕の母自体もね「京ちゃんこのままここに私住んでたら家族に不幸が起こる」って思ったうんでも小学5年生じゃねどう思っても稼ぐ力もないし何も状況を変えれなかったんですねそしてまたある朝です「ギャー!」という声を聞いたバッと飛び起きたまた同じようなこと起こるんじゃないかと。 でも気になって見に行きたくてしょうがないどうしようかなと妹寝てるようなお父さんお母さんも寝てる弟弟が寝てるはずのところにいないんですその瞬間さーっとね背中に汗がね浮いてきたっていうんですよパッと部屋から飛び出してトトトッと階段ね降りて1階の共同のトイレの前見たら自分の弟がトイレを指さして「土葬屋さんのお父さんがいる!」ってあの時と同じように お前何も見てないって言いながら弟の目を隠して自分の部屋まで連れ帰ったって言うんです。ねそんなことあってもね小学生ですから学校行かないとダメっててまあ京ちゃん学校行くんですよ。帰ってきたら自分のこの2階に上がる階段の下にまた人だかりができている隙間からパッて覗いたら自分の弟だって言うんですよ。自分の弟が2階の階段から足を滑らせて頭を打って気を失ってる。 結局この怪我が元で1年後ですよ。弟を亡くしてしまうんですよ。僕の実の母,母から聞いた弟を亡くしたお話でございます。ありがとうございました。 はい、皆様お待たせいたしました。村上ロックです。えー、ただいま千葉県から戻ってまいりました。とにかくですね、えー、今新宿駅からダッシュでこう走ってきたもんですから、汗が止まらないんですけれども、さあこの自分の汗をひんやりさせるようなお話をこれからしようかなと思います。で、これですね、最近よくスリラーナイトに来られるお客様、ユ、えーチューバーさんっていうんでしょうかね。 ゲーム配信をしてる方なんですでとにかくこの方ホラーですとかオカルト階段が大好きな方なのでこのゲーム配信っていうのも主な内容がホラーゲームなんです、えー、だけじゃなくこの方ね飽き足らず時折この番組内でとつちっていうんでしょうかねこのリスナーさん視聴者からお話を聞かせてもらうっていうのをやってるそうなんですそんな方なんですが この方毎回面白いお話聞かせてくれるである時ですね僕ふと気になって「まあ、いつもねそういう面白い聞いたこともないような会談聞かせてくれますけどご自身ではそういう体験ないんですか?」って聞いたら「ああ確かに僕自身はそういう体験少ないんです」なんですけど僕一度だけ「奇妙な現象を見たことはあります」って言って聞かせてくれたんです。 でこれはこのユーチューバーさんがまだ大学生の頃今から、えー、数年前だっていうんですがある時この方神奈川県にちょっと用事がありまして泊まりがけで行かなければいけないただ大学生の身分でねあんまりお金も持ってないホテ,ルのホテル取るのもなんだかなとそう思ったんで高校時代仲の良かった同級生の男友達でこの友達っていうのが卒業後神奈川の大学に進学して1人暮らしをしてるっていのを思い出すあ あいつん家泊めてもらおうそう思って連絡しましたらこの友達も「おおぜひ明日俺のアパート来いよ」そう言われたんで彼翌日この友達のアパートを訪ねると2階建てのアパートその1階の部屋にこの友達住んでたそうで「ね、えお前こういうとこ住んでんだ」って言ったらこの友達「あそうだ実はさこのアパート事故物件なんだ」って。 えどういうことって聞いたら実はこのお友達、まあ、部屋探しの際にですねいろんな物件を調べたんですがその中で一件ものすごく安い部屋を見つけたとですぐにそれを持って不動産屋さんに行きまして「すみません僕この部屋住みたいんですけど」って言ったらこの不動産屋さんから「ああこのアパートの2階の部屋ですね」って。 いや実はねお客さん、これ私たちも告知の義務があるので言わなければいけないんですが実はこの部屋事故物件なんです。というのが以前住んでた50代の男性1人暮らしの方だったんですけどその方、ある晩帰宅してお風呂に入ったまま亡くなったんですで。なんせねお湯出しっぱなしだったもんですから遺体が傷むのも早くてで要は溶けてしまったんです。 でその水がねお湯出しっぱなしですから漏れてきて1階の部屋まで浸水したんですでもちろん今はその2階の部屋も、えー、リフォームをねしてるんですけど1階の住人もやっぱりそういった水が漏れてきたってことで気味悪がって出ていっちゃったんですでもしよかったらどうでしょう2階ほどではないんですけど1階の部屋も安くしときますんで1階の部屋はどうですかって聞かれてこの友達「あじゃあそこにします」 そう答えて俺今この1階の部屋に住んでるんだってそれ聞いたねこの YouTuber さんなぜ階段の好きな方なんですえってことはさお前今この部屋住んでて幽霊って見たことあるない俺半年以上この部屋住んでるけどそういったものは一度も見たことはないただ一つだけ不思議なことはあるんだほら っって言って言洗面所の方を指差す実はな毎晩洗面所の床に50円玉が1枚落ちてるんだで俺ある時気づいて自分の財布から落ちたのかなとそう思ったんで拾い上げて財布に戻したんだけどそうじゃない次の日もさらに次の日もやっぱり別の50円玉が床に落ちてるんだでな俺毎晩それ拾い上げてさ「ほら」って言って。 部屋の隅に大きな瓶があるでそこに50円玉ぎっしり詰まってるんです。俺毎日それ拾ってあそこに貯めてるんだ。何それえどういうことなのつまりそれはじゃあ天井から落ちてくるとかそういうことか違うそういうことじゃないんだ。天井なんて何の隙間もないんだよ。何もない空間から 突然50円玉が1枚コロンと落ちてくるんだそれが毎晩1時40分なんだ、まあ、そう聞いたんでねこの YouTuber さんも「えっ?」てことは「俺今日この部屋に泊まったらその現象が見れんの?」見れる。そう言ってその晩2人で夜中になるのを待つ。 1>, で1時30分ごろからなんだかそわそわするんですがついに40分になったとたん本当に洗面所の方からコトンと音が聞こえるで2人急いで見に行ったらやっぱり床に50円玉が1枚落ちてるんですなんだこれ、まあ、結局ねこれどういうことかはわからないただこの家主である友達いわくもしかしたらなんだけど 上の階で亡くなった住人、まあ、自分のせいで部屋汚したってのもあって罪滅ぼしのつもりで毎晩五十円玉を落としてくれてんじゃないかな、まあ、そんな話を聞かされたそうで、まあ、なんだかね僕自身もそれ確かに見たんですけどなんて言えばいいのか奇妙な不思議な体験なんですよねさあ 僕自身この話をここまで聞いて、まあ、なんだかファニーと言いますかね、えー、どこかちょっとほのぼのとしたお話だなそんなふうに思ったんですがこの話を聞いてから3日後なんですある YouTube 撮影で僕とある怪談師さんとご一緒したんですがその休憩時間この怪談師さんがポロッて打ってたんです。実はこのの談師さんんおばあちゃん とっっても有名な霊媒師さんだったそうなんですで僕ね子供の頃からばあちゃんに聞かされたんですけどよく「霊がついた人」でその霊を取るためにお風呂にお酒を入れるだとか塩を入れるでそこに入ると取れるなんて言われてるけどあんなものを全く取れないよもし人についてる霊を取ろうとしたら方法は一つしかない別の人につけることだ。で このつける方法ってのが昔からあるんだよ50円玉以下の小銭をいっぱい集めて道にまくことだそれを知らずに拾った人がそれを持ち帰ってくれるちなみにこの手法今でも取られているのが東京と神奈川だっていうんですさあこの話を聞いた時あの毎晩落ちてくる50円玉これ 住み滅ぼしななんんかじゃないんです毎晩下の階の住人にその念を送り続けているという1、えー、つの階段もねまた別の角度また別の情報を通してみると全く違うお話になるという、えー、そんな話を聞かせてもらいました。ありがとうございます よろしししくお願いします作ですお願願いいまますすすでこれですねこのお店にご来店されたとある女性のお客様から聞かせていただいたお話なんですけどもこの女性が小学生のまさに夏休みの時期のお話だっていうんですよ。というのも当時小学校の56年生でして夏休みの終盤まだ宿題が終わってなかったってうんですね。 で、自分の友達の数人も宿題が終わってない友達がいたのでみんなで集まって宿題をする日にしようと決めてた日があったっていうんですよ。でもこれ誰かの家に行ったり自分家に招いてしまうと家にあるねゲームだったり漫画そういったもので遊んでしまって結局宿題ができないので近くに図書館があったらとそこに集まれば遊べるものがないからみんな集中して勉強できるんじゃないかっていうことになりみんなで集まって。 宿題をしてたって言うんですよただ12時間もするとやっぱりね集中力が切れてきて勉強に身が入らないっていうことになりただ遊べるものもない図書館には本しかないってなった時にみんなで本を探しに行こうよ気分転換に遊びに行こうということでみんなで本を探しに行ったっていうんですけど当時小学生の子どもたち文庫本なんかは読まないんですねななんんかか歴史のの偉人なんかの ストーリーがまとめられた漫画本のコーナーに行ってそこでみんなでこの漫画読もうかなあの漫画読もうかな散策してたって言うんですよするとそのコーナーに似つかわしくない一冊文庫本サイズでののの背拍子の本がそのコーナーナに1冊挟まってたったて言うんですね何だろうこれっていうことでそれをパッと取り出して見てみるとこれ本なんかじゃなく本型のメモ帳だって言うんですよ。 白紙になってて開いていくといろんなねこう名前が書かれてあったり汚い言葉が書いてあったりあとはイラストが書いてあったりなんか面白いメモ帳だなこれって図書館側が用意したものなのかなそれとも誰かの忘れ物なのかなそんなこともわからないままこれちょっと面白そうだしこれ持ってね勉強とか道具置いてあるところに戻ろうよそのノートを持ってメモ帳を持って自分たちの席に戻ったっていうんですよ。 でそこで、えー、私たち僕たちも何か書こうかって言いながらこうページをパーッと開いてってとあるページを開いた瞬間そこに今まではねいろんな落書きが乱雑に書かれてるんですけどそこだけ「助けて」っていう文字と電話番号が書かれてあったってうんですそれを見た時当時ね子供たちそれだけでもちょっと怖いんでハッとするんですよ辺りが静まり返ってどうしようってなってると そのうちの誰かが「かけてよ」って言うんですよ。ってなった時にみんなやめようよって言うしその話を聞いて「あ確かにかけてみんな面白いじゃんか」って言って二分したって言うんですよ。でこのお話を聞かせて、ね、くれた女性はもう断固拒否だったんですよ。絶対にかけんのやめようよって言ってたんですけどこれなぜかって当時小学校高学年の子どもたちで。 親から携帯を渡してもらってんのが当時自分しかいなかったって言うんですよ。なのでこれかける流れになったら自分の携帯でかけることになるんじゃないかって思い断固拒否してたって言うんですね。やめようやめようよって言ってたんですがうすうすみんなそれを察してきてかけようよっていう全員対やめようよっていう自分の構図になったって言うんですよ。ってなったらみんなからかけてよかけてよ言われてこん負けしてしまいじゃあ 1> 1回だけだけよと言ってその場でその番号を打ち込んでかけることになったって言うんです。で通話ボタンを押したんですが現在使われてておりませんっていう音声ガイダンスが流ただほのと子供たちはね「いやもうなんだつまんねえの面白くねえ」って言いながらも自分は安心してもう,もういいからもう勉強に戻ろうって言ってそこからまた宿題に戻って門限の時間が来たのでこの図書館を後にしたって言うんですよ。 帰り道みんなとは帰り道が違ったんで私ここで帰るね別れ道を分かれていき一人になった瞬間自分の携帯電話が鳴ったったて言うんですよ誰だろうと思って恐る恐る見てみると着信の電話番号先ほど入力した電話番号だって言うんですそれを見た瞬間に一気に怖くなってこの電話を切ってまっすぐ自宅に帰ってこのことを母親に相談したって言うんです すると母親からは「あんた知らない番号にかけちゃダメなんだよ」説教を受けながらもその電話番号を着信拒否設定してくれたって言うんですよ。でこんなことが小学校高学年の頃にあったって言うんですね。そこから数年経ってこの女性が高校3年生のある日だって言うんですよ。 当時、えー、大学受験を控えていて、毎日いろんなところで勉強してたって言うんですね。自分の部屋、学校、塾で勉強してたんですけども、たまにはね、気分転換でカフェなんかで、えー、勉強もしてたって言うんですけども、当時高校生であまりね、お小遣いも持ってなかったんで、毎回毎回カフェに行くのはできない。ただ気分転換をしながらも勉強したい。どっか安くて勉強できる場所ないかな。必死に考えてた時に、そうだと。近くに図書館があったな。 そんな出来事があったこともすっかり忘れて数年ぶりにその図書館に訪れたんですよ。図書館内で必死に勉強してて気づくと閉館時間が訪れてああじゃあもうそろそろ出ないとっていうことで荷物まとめてこの図書館から出たタイミングでそうだとずっと勉強してて携帯チェックしてなかったな友達からメール来てるかなと思って携帯を開くと一件不在着信と 留守番電話が入ってたって言うんですよ。誰だろうと思って留守電を聞いてみると、なんで助けてくれなかったのっていう声が入ってた瞬間に一気に小学生の頃の思い出を思い出して、そうだ、私この,学この図書館に来たら、まだ私の電話番号にずっとかけられ続けてるんだって気づいて、それ以降、この図書館入れなくなったんですっていうお話を聞かせてくれて、僕一つ気になったことがあったんで、その女性に尋ねたんですよ。その当時 かかけててよって言っっ言たたの誰だったんですか尋ねると周りにはいなかったんです友達誰も「かけてよ」って言ってなかったんですなのに誰かが「かけてよ」って言ったのはみんな聞いてたんですだからこの電話にかけることはもうあの段階ですでに決まってたんですそんなお話を「スリラーナイト」にご来店された女性のお客様から聞かせていただきましたしたた以上鈴作でどううもありがとうございました。 牛田紀仙です、えー、今回はですねある女性のお誕生日にまつわるお話をしようかと思うんですけれども60代の春子さんという方です彼女が30年以上前に体験されたお話なんですけれどもその頃春子さんおなかの中に赤ちゃんが宿ってまして臨月を迎えてお腹が大きくなってた。 もう間もなく生まれるというようなそんな時期だったんですけれども初めての出産ということで「はあ早く赤ちゃんに会いたいなあどんな可愛いい子が生まれてくるのかしら」って本当に楽しみで楽しみでである朝ご主人会社に行くというので玄関先で「いってらっしゃい」と送ってで扉を閉めてさあちょっと一眠りしようかなと。 もうどうも眠くて眠くて仕方がなかったのでご飯を食べた後窓辺の方に行って座布団を2つ折りにしましてねそれを枕代わりにしてゴロンと横になったもうお腹が大きいからもう横になるのも大変なんですよでその時ちょうど梅雨時で朝から雨が降ってましてシトシトと雨の音が聞こえてくる。 その雨音を聞いているうちにすぐにトロトローっとしだしてそのうちにスーッと眠りに落ちていたどのくらい眠ったのかはわからないんですが突然首の辺りをグッと誰かに押されたようなそんな気がしてパチッと目が覚めた何だろう目線の先すぐ自分の目の前なんですが正座をした 膝があるんですびっくりしてふっと見上げるとそこに藍染めの着物に山吹色の帯を締めた全く知らないおばあさんがそこに座ってこっちじーっと見下ろしてる。もうびっくりしてえ誰ですか もしかしたら認知症のご近所の方が間違えて家に入ってきちゃったのかしらしっかりと閉じまりしたはずなのになと思って何なんですか誰ですかっていうとその着物を着たおばあさんその場ですっと消えてしまったんです何今の全身汗びっしょりでご主人が帰ってくるまでとにかく怖くて怖くて仕方がなかったこんなことなんせ初めてだったんです で会社からご主人が帰ってきまして朝会った出来事を話すとご主人「あれ俺その着物知ってるな多分うちの実家にあると思う今度見に行こうかってそう言われて今度ご主人のお休みの時に車で実家の方に行ってでご主人のご両親に挨拶をした後 和室の方に行くと古いタンスがあってでご主人とそのお部屋に入っていってでそのタンスを上からすっすっと引いていくと何段目かに多頭紙にくるまれた着物が出てきましてであこれっぽいなと出して開いてみるとそこに藍染めの着物と山吹色の帯まさにあの日 あのおばあさんが着ていたそのまんまの着物がご主人のお家のタンスの引き出しから出てきたんですえ、これどういうことと実はこれご主人の亡くなったおばあ様がとっても大事に着ていた普段着だったって言うんですなんでで、春子さん実は結婚する前におばあさん亡くなっているので一度も会ったことがなかったんです なんでご主人のところじゃなくって会ったことのない私のところに来たのかしらとハルコさん疑問に思ったんです。えっとご主人「いやー出産直前に君のところに現れるってことはさばあちゃん生まれ変わる気だな」って言ってクスクスクスって笑うんですよ。でハルコさん赤ちゃんの出産予定日が6月の30日でした。 ところが半月も早い6月の16日に元気な女の子を産んだんです6月16日っていうのがご主人の亡くなったおばあさまの命日だったそうです実はこのお話その時に生まれたお子様から聞かせていただいたんですお電話でのインタビューだったんですけれども私その方に「 絶対その着物似合うと思うんでぜひ着てみてくださいとおすすめさせていただきました。 えー、まああのー、僕ね、えー、YouTube でいろんな心霊スポットに行ったりとかね、えー、いろんな人の会談をね聞いてこう回ってるんでねこうまあ いいろんなところでとこでにかくお話があったら聞いてみるそしてこうそういう場所が近所にあったらその場所をこう、ね、探検というか伺ってみるというのもあってですねもちろんこの YouTube の,この、ね、視聴してる方からお話をいただくこともあればこう仲間で集まった時にこの近くの心霊スポットなんかないかなみたいな話になるわけで。 これはね僕自身が経験したお話でございます、えー、時間にしたらいつですかね56年前もうちょっと前かな78年前だったかと思いますけども大阪にね、えー、僕もともと地元が大阪なんで帰ったんですよねで地元の大阪でもともと僕はね芸人を始めてるわけでございますから、まあ、そこには、えー、同期や、えー、後輩やいろんなこう仲間がいると。 でまあ、ちょうどその中でもね、えー、階談好きの仲間が集まってね、えー、まあ、ご飯を食べようということになったんです。えー、僕とですね、えー、まあ、同期のやつ、そして先輩、で後輩のコンビという、まあこれ全部でね、えー、1、2、3、4、5人ですよね、えー、ご飯を食べてたんですよね。でまあ 当然全員階段が好きですからそういう話になるわけですようんこれどっかこの辺で心霊スポットないのかななんて話をして「いやありますよ」ってあのちょうどね雑居ビルなんですけどそれ1階から6階までね全部焼肉屋なんですよまあ1個の、まあ、お店の、まあ、全部がそのお店がこうね買い取ってるからまあそのお店幽霊が出るらしくてねって。 6階で真っ暗にしてると女の子の霊なのかななのかすごいね興味深そうに話しかけてくるっていうお話がありますよみたいな「えっ、ー、面白そうやね」って言って「それどこにあるの?」なんて言ってたら「それね実はねここなんですよ」っ、まあ、その瞬間ねやっぱ僕ら「ええー、って言って「えー、今今、えー、俺らがこの焼肉食べてるこのビル出るってこと?」って「そうですそうです」まあ、後輩はこうにこやかにね笑いながら言うんですよ。 それ誰が見たんって言ったらあいうんですよね。あ,あ僕ですよって,って。後輩二人いるうちのまあ一人ですよ。僕ですよって言うんですよ。えって言って。いや僕はあの知り合いがここに働いてるのもあってえ僕もここでね、えー、お邪魔させてもらって一回動画撮ったら映ったみたいなことがあってみたいな。 えってそれじゃあ俺らも見れないの?」って言ったらあ「聞いてみましょうか」って言って、うん、その場で連絡をしてすると、まあ、ちょうど友達がその時間働いてたということで「ああいいですよ」と「あまあ閉店後やと知らない人を入れるわけにはいかないんですけど今の時間だったらちょうど6回誰もいないんで「撮ってみますか何か」って言って「いいの?」って。 ねまあ、店の人が OK ーとするもんですから僕らこう6階に行こうということでね上がるんですよで、まあ、その雑居ビルっていうのがほんと縦長の、ね、細長い店舗で、ねまあ、6階建てなんですけど、まあ、エレベーターも小さいんですようん3人ぐらい入ったらパンパンになるエレベーターなんで僕らは手に分かれて上がったっ、えー、でついてね、えー、僕先輩そして同期で後輩そして後輩の相方とねこの5人ですよ どうしよっかってら、まあ、あんまり時間もないですからその真ん中の方のテーブルの方行って「動画を撮って帰ってきたらどうですか?」みたいな「何か声が入るかもしれないですよ」あ「ああじゃあそれ面白いやん」って言ってこうみんなで順番にね1人ずつ真っ暗なお店の中のテーブル並んでるお部屋の真ん中で動画を撮る。 えこれ繰り返していってね、まあ、先輩終わり僕終わり同期のやつ終わって後輩終わってその後輩の相方が行くというタイミングになって「あ僕やっぱりやめます」って「えなんでなんこの状況で来て何でやめんの?」って言って「いや僕あのちょっとあの,あの携帯あのメモリがないんで」みたいな「いやメモリってお前そんなもんちょっとした動画やねんからちょっと消せよ」みたいな。 周りでわーーって言うんですけど「いやいやほんとほんともういいねいいね僕もこれ以上何もせんから」みたいなねするとこのね先輩らを待たしてるわけですから後輩のやつがね「いやお前さもう相方として恥ずかしいよそんなこうやってバン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 先輩が言ってくれてんね早は行ってこいよもういいよメモリーないんた俺の携帯貸すからって手渡してドンって送り出したで行ってね、まあ、動画撮って帰ってきたんやろうな 帰ってきた時にはね静かになってるんですよ行く時はねなんかあんなにいや僕もういいですよって、うん、小さい声ながらも喋ってたやつが全く喋らなくなって帰ってくるおどうやったなんか聞こえた何にも喋らない,いやなんか言えよ誰が言っても何も返事しないんですよえ何ってまあまあいいやもうあんま時間ないからまあお会計してさ外で何が取れたかみんなで確認しようやって まあその小さいエレベーターですから「じゃあ俺らさっき行くよ」っつって僕と同期のやつそして先輩3人がこうエレベーターに乗り込んだんですよで先輩がねこう閉まるボタンをバッて押してエレベーターのドアをバーって閉まっていく時に、まあ、ポロッと言ったんですよ「いやでも気持ち悪いからここなんかお払いとかした方がいいんちゃうかな」そう言った瞬間さっきまであの喋らなかった後輩の相方の子ですよバーンとこのドアを止めてね「お前そんなん絶対言うなよ!」 でこの指がね奥まで届いてなかったからそのままぐーっと閉まっていって手がスルッと抜けてそのままドアは閉まってエレベーターは1階に降りていくエレベーターの中ねもう騒然としてましたよいやあいつあんなやつやったっけいやでもなんで行く時も声小さかったし帰ってきたら何な,なら喋ってなかったのになんでそんな急にキャラ変わんのなんかかましてんの いや共通派と残してどうするんですかみたいなことをしゃべりながら一回について「まあまあいいや」とりあえずちょっと外で待とうよって先輩がお会計済ましてくれて、えー、僕と同期のやつね外で待ってたそしたら後輩とそのさっきちょっと変な感じやった相方のやつがわー出て,てくるんですよ後輩のやつはねまず言うんですよ払ってくれてたんですねごちそうさまですってあいやいや全然全然,全然その相方の子ですよ当然同じようにごちそうさまっていうのが 当たり前なんですけどぐっとこの先輩の目の前に立ったと思ったら「お前先からそれ言うのやめろよ」って言って急に先輩の首にぐっと指を刺して締め出したんですよ。え何って一瞬そのねあまりにもこの思ってる行動と違うんでね僕らも動きが遅れたんです。その間にぐっと指が先輩の喉に刺さって爪がめり込んでいくんですよ。血が滲んできてね いやこれ全力やなと。こんなん、え,え冗談じゃ済まへんよと。その時点で僕らは必死にその二人を引き剥がそうとして話そうとするんですけど、言うんですよ。いや、お前さっきからそんなん言うなって言ってるやろってな。な、やめろよ。さっきからそのお経みたいな言うのやめろって。いやいや、お経なんか言ってたら、誰かがそれは言うよ。そのの相方の子を 「誰にも聞こえてないお経が聞こえてる」って言ってそれを止めるために先輩の喉を締めて息を止めようとしてたんですよ。バッて引き剥がして「お前などういうことなんかなんかいや仕掛けてるとかなんか考えてんいやったら言ってくれんとか分からへんから」って言うけどもうそうしたら何も喋らないんですよ。「何な,なんこれ大丈夫かお前の相方」っいって「いや普段こんなんじゃないんですけどね」 マジでで取り憑かかれれてるかもしれないです、まあ、その時ねもうそれ以上話もならないってことで家送ってやってやって言って、まあ、後輩は相方と一緒に帰っていったんですね。まあ、あれ何やったんやろうな答え分かんないんですよねみたいなことを話してうーまあそれ以上ね何も分からなかったっそれから1年ぐらい経ってですねまあライブでねそのメンバーが顔を合わすってことがあったんですよ。まあ、先輩もいる同期もいるで後輩そして相方全員が揃って。 ただね、まあ、その言ったように相方がいる前に「お前大丈夫やった?」って言ったんですよ。え「え何がっすか?」って言うかいやいやいやお前前ほら焼肉ビル焼肉屋のビル行った時にお前取りつかれておか,おかしくなったやんけ」って言ったら「えっ?」て「僕そんなんってないですよ」って相方のやつが言うって。えっ?」っい,いやいやなお前らほら2人とも来たやん」って言ったらその後輩のやつもね「いや僕は一旦覚えてるんですけど 相方心霊とかそういうの苦手やから来てないと思いいますよえいやいやお前お前が相方やっつって連れてきた」って「いやいや僕相方やっつって連れてこないですよだって相方は心霊嫌いなんすから」いやじゃあお前相方って連れてきてたあいつ誰なん?」いや誰かいたっていうのは僕も覚えてるんですけど誰かは分かんないっすよ」えいやお前は?」 全員に聞いても誰かいたっていうのは分かるんですけどそれが誰なのか全員分からないんですよ。でも焼肉を食べてる時からそいついたんですよ。答えが分からないお話でございます。ありがとうございました これ以前スリラーナイトに来られたある男性のお客様から聞かせてもらったお話なんですこのお話の体験者はこの男性と今現在仕事上のお付き合いのある上田さんという女性なんですこの上田さんが今から四十数年前まだ小学生だった頃だって言うんです彼女を近所に仲のいい女の子の友達 まあ仮にねこれ A さん B さんっていうのもそっけないので秋ちゃんとしますこのとっても仲のいい近所のあきちゃん家にこの上田さん毎日のように遊びに行っていたとただある時期からこのあきちゃん家訪ねるとお母さんが出てきてごめんなさいうちの秋ちょっと体調が悪いんで今日遊べないの、まあ、そんなことが続いてたそうで,でしまいには秋もしかしたら入院しなければいけないかもしれない まあどうやらこのアキちゃん小児性のがんだったそうで、えー、それからすぐに入院をしてでこの上田さんも頻繁に病室にお見舞いに行ってたそうなんですただそんなある日いつものように病室を訪れるとこのアキちゃんの親友、まあ、同じ学校ではあるんですけれどもこの上田さんとねアキちゃんクラスは違うただアキちゃんと同じクラスでとっても仲のいい まあこれも仮名ですけど馬場さんとします馬場さんという女の子が病室にお見舞いに来ていたでもちろん同じ学年なので顔はね知ってるんですがこの上田さん馬場さんと話すのは初めてだったんですで話してみたらもうすっかり意気投合しましてそれからっていうものをこの上田さん馬場さんと一緒に遊ぶことが多くなってきたただそれと同時に あまりこ亜希ちゃんの病室にはお見舞いに行かなくなってたそうなんですまあ心のどこかでちょっと申し訳ないなと、えー、そんなことを思ってたそうなんですが結局この亜希ちゃんその後亡くなったそうで,でその葬儀にもねこの上田さんと馬場さん一緒に行ったんですがなんだか後ろめたいと言いますか亜希ちゃんの親友である馬場さんを自分が取ってしまった。 まあそんな後ろめたさがずっとつきまとったお葬式に行った日夜帰ってきてですね彼女、まあ、いつものように布団に入るんですが夜中パタ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 っと子供が走り回るような足音が聞こえるえな何だろうと思ってると突然何かが自分のお腹の上にどすッと覆いかぶさってくる。 でその何かゆっくり彼女の体を張ってついには彼女の首をぐーっと締めるでそれがあまりにも苦しいでなんとか親にね助けを呼ぼうとするんですが声が出ないああもうだめだと思ってふっと我に帰るとやっぱり自分は暗い部屋の中にいるあ今の夢だったんだって思った瞬間 また同じ現象が起きるただこの日を境になんですこの上田さんこの現象に30年以上悩まされることになる週に3日4日必ずこの現象が起きるんです一体あの子は何なんだろうもしかしたら亡くなったアキちゃんなのかなアキちゃん私を連れに来たのかもしれないいやでもそんなことをするはずそんなことをする子じゃない まあそう思って,て思ってたそうなんですがそのことを両親に相談しようにもあまりまともに取り合ってももらえないで彼女をまあ週にね何度もこんな目に遭うんでえ心身ともに疲れ果てたそうなんですその後大人になってこの上田さんえ地元を離れてえ関東地方に出てくるえまあいい縁に恵まれまして結婚したそうなんですで移り住んでからっていうものを そういった現象はピタッと起こらなくなったとああよかった私この人と結婚したから、えー、そういった現象にもう悩まされることもないんだそう思って数年がたった頃生まれ故郷で同窓会が開かれるということになりまして彼女を久しぶりに実家に帰省したんですと久しぶりに会うお母さんなんだか様子がおかしいぼーっとした顔をしてる だけじゃないんですこの家何かがいる窓の外に何かがいるただその部屋ってマンションの3階なんですで母さん何言ってんのもう地方が入ってきちゃったのかしら、まあ、そんなふうに思ったそうなんですがさあその晩同窓会が開かれて彼女はそこに参加すると久しぶりにあの 馬場さんと再会したそうで、えー、このね上田さん今まで30年間自分が苦しんできたあの出来事をこの馬場さんに話したそうなんですと彼女も「え私もあのお葬式の晩からずっと同じ目に遭ってた」ただこの馬場さんの親御さんは割と信心深い方といいますか。 お祓いに連れて行ってくれたそうでそれ以来そういったことはなくなったそうなんです、まあ、それを聞いてねなんだか馬場さん羨ましいなと思いながらもまたその晩自分の家に帰るで久しぶりに自分の部屋で彼女を眠りにつくんですが久しぶりにあの現象が起きる壁にボールをぶつけるようなドンドン という音が聞こえたと思ったらやっぱり子供が笑いながら走り回る音がするあまただただどこか懐かしさもあるとで動かない体で目だけをクッと横に向けると自分のから真横に小学生ぐらいの女の子が背を向けて寝ているのが見えるで思わずその後ろ姿に あのちゃんを重ねたそうなんですただ今自分の横で寝ているその女の子って首から上が黄色い風船なんですえっと思ってるうちにその風船ブクーッと吹けれてってバンと弾けた一体あれが何なのか幼い頃に亡くなったあのアキちゃんが今でも 自分の周りにまとわりついているのかただ確かなことはこの上田さんのお母さん今現在もそのお家で何かに怯えてるそうなんですというお話を聞かせていただきましたありがとうございます はいということで、えー、三巡目終わりましてはい <laughs>、はい、無事ロックさんと梅木さん到着いたしました到着 <laughs> いたしました、はいえー、皆さんりとまお待たせお疲れ様でした。

などはいということでご到着ありがとうございますということでこの間もね皆さんからたくさんチャットだったりさらには、えー「ハッシュタグスリラーナイト」の方でですね、えーうん、お墓さんということで梅木さんのね写真をスクショしたのがツイートにあったり考察というかこんな体験しましたで多分千夏さんの話の時ですね、うん、私の息子も予定より1週間早く祖母の命日に生まれてきました<ー> そういった話もありましたし、はい、ロックさんの事故物件の50円玉の話怖くて最高でしたと、はいね、お話たくさん来ておりますさらにねあのロックさんの、ね、到着がちょっと遅れてたので。はい 僕ら考察してなんですよ、歩幅が狭くて間に合わないんじゃないかと、そういう感ね、誰が言っ具体的に誰あメインで言ったのは、お隣のイケメンが。言うわけないやろ言うわけない一番言うだろうあの人が一番言うんだから、見直せば分かります前だろただあの人はハンディキャップがあるよりきついや。 そうすると、オックさんがねツイッターでチャンペの歩幅狭いですかということで歩幅の歩いてる本当にビートルズの写真の一部みたいなそんな写真が上がっておりますので、アビーロードみたいな横断歩道の白いところをた越せないもんで、ぜひ皆さん、村上ロックの妻、オックさんのツイートで歩幅が狭いロックさんの写真が上がっておりますので、だから僕らの考察通りでございます。 いろんな写真持ってんねん <laughs> <laughs> ストックがよ。<laughs> <laughs> はいということで、えー、こういう形でね、えー、無事3巡目終わりまして、うん、ちょっとね、はい、あの話のね順番がちょっと前後してるんですけども、はい、ここから4巡目で尺調整という形で。はいえー 最初にですね梅木さんハニートラ梅木さん村上ロックさんと喋っていただいてその後岩間さん両吉さん国沢さん鈴作千華さんと喋っていただいて最後もう一度梅木さんとロックさんにお話ししていただいたら、はい、無事前半の24話終わるとお,<ー>おなっておりますので<ー>そちらのお話順で話していきたいと思います、はい、でこの間にもですねぜひ皆さんメンバーシップに加入していただきたいと思っておりますので、えー、月額590 で加入可能となっておりますでこれね iPhone、iPad でご利用の方は、ね、ちょっとややこしくなるんですけども今回見ていただいている動画のリンクだったり過去動画の URL をサファリでコピーしてペーストして開いていただいて、えー、デスクトップ用ウェブページと表示という形で開いていただいた形で、えーねはい、いろいろやっていただいたら加入方法が可能となっておりますので。 大変なんですね。うそうなんですよ。今僕はついていけてなかったですけど。<laughs> はい。そうですよ。iPhone、iPhone、iPad だとメンバーになるってなるんですけど、そうなるとちょっと手数料取られて高くなるんですよ。ああなるほど。はい。なのでそれで可能加入することも可能なんですけども、月額590円と歌ってるんですけども、うん、それだと上がり、はい、上がっちゃうんでちょっとそのリンクを貼って。えー ウェブ上で登録していただくと月額590円で見ること可能でございますのでえそちらの方で登録していただいたらなとで PC、Android で見ていただいている方はそのままメンバーになるで月額590円でなれますのでえそちらの方よろしくお願いいたします。でさらにこのの配信中の 感想だったり考察そういったものを「スリラーナイトで」でつぶやいていただけたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ハッシュタグ、ロック、歩幅狭いって書かれてます、ね。<laughs> そっちがトレンド色したらもうめちゃくちゃ困るんで、やめてください, <laughs>、はい。スリラーナイトと同時につける分には構いませんけど、ハッシュタグ、はい、ロック、歩幅狭いだけでは勘弁してください。何のトレンドどこので、ね、ジャンルのトレンドスポーツとかに入るんですかねもしかしたら。<laughs> あまあ本当に音楽系で、ロックっていうのはもう地道にこう活動していくことで売れるんだな、みたいな。<laughs> そっちの歩幅狭い。<laughs> 音楽の方 <laughs> メッセージ性があるどこの考察してくれてるんですか、いいですよ、そこの考察は。僕ら慣れすぎて、誰も触れてないけど、墓をかぶって人って、おかしいですあ、そうでしたね、き今日見た方、いますから、そうか、はじめまして、ですね本当に身寄りのない幽霊ですね、自爆霊の方とか、墓がないお化けの方々に入っていただくため、フリーの墓をやっておりまして、フリー w i f i ならぬ、フリーやってるんですか家がないお墓のね、僕はいるじゃないですか、

配信中になるほど、はい、国沢さんがいると なおのこと多いんですよ今日ないですよね多分今日今のところないですね今のところセンカさんがぶっ刺さるしかな見えないところで頭ぶつけた階段喋ってたらガーンっいいタイミングでツーッと来たらねめちゃくちゃ怖いですけどでこのタイミングで困ったマンさんがスリーメイソンへようこそということでメンバーシップ加入ありがとうございますはいということでここからメンバーシップ前半4巡目になります 最後の一周でございます、はいはい、なので <laughs> ぜひここからね、えー、ちょっと順番はあれですけども8本階段続きますんでぜひお楽しみくださいということで4巡目に参りたいと思いますなので梅木さんからよろしくお願いします。 はい、えー、というわけでまあもう3本目ですかね僕は3本目でねえーまあ、何のお話をしようかな、まあ、考えるんですけどねやっぱ浮かんでくる話があるんですよど、まあ、このね先ほどこの水入らないともんかいろいろ霊障が起こるということで、まあ、霊障起こる場所っていったら何だろうとはね、まあ、いわゆる霊道が通ってるんじゃないかとかもともとそこで何かがあったんじゃないかなんて言われるんですけどそのまあ霊道というものがこう関わってるんじゃないかなというお話でございます。えー、僕のですね に M といいう男がいるんですよでまあこいつもね、あのー、売れない芸人ですから貧しくてですね、えー、他の芸人2人とルームシェアをするっていうことになったんですよ。M とね、えー、もう一人 A という男がいて、まあ、あともう一人、まあ、ここはあんまり出てこないんでもう一人の後輩としておきますけど、まあ、この3人でルームシェアを始めた、うんまあ、都内のね新宿から本当に56駅行ったとこぐらいにある、うん、ファミリータイプのマンションを借りたって言うんです。 まあ、ファミリータイプですからねえ玄関があって入ったらリビングがある左手に1部屋、えー、右手にも1部屋で、まあ、正面奥にも1部屋ということででまあ風呂トイレっていうのがついてるんですけどまあここでね住み始めるということでなんか記念にね写真を撮ったっていうんですこの M という男、えー、リビングから左手の部屋を背中にして、えー、写真を1枚パシャッと撮ったとでこれねリビングはね明るくなってるんですけどまあ 後ろの,その左手にあるねその部屋その背景になってる部屋っていうのが、まあ、電気がついいてないんで真っ暗なんですよ真っ暗なんですけどその真ん中に骸骨みたいなんがいてですねその骸骨がフードをかぶってるように見えるこれまさに死神のような姿だなと絵に描いたような死神がおるぞということになってまあこれ一体何なのかわからんからこういうの詳しい人に聞いてみようということで、まあ、先輩である僕に連絡が来たと。 まあ言うんですよエイムがね「梅になんか変な写真撮れたんですよこれ何なんすかね?」「ほらちょっとちょっと送りますね」今 LINE 送りました見,見てくれますこれ何すかねこれなんか外骨ついて死神みたいなんすよ」まあそれね早速もらったもんですから僕はこのねそういうのが分かるよという方にこうパッと送ったんですよまあするとまあこれっていうのは死神まあ仏教的には死神なんて考え方がないから死神とはね私は言えないんですけどこれはねこれ まあここをたまたま通った浮遊霊の一つだと思うよとそれがこの骸骨みたいな形でバッと映ってるとただ問題はこのフードの部分なんよこのフードの部分ってこれ真っ黒になってるでしょうんこれただね真っ黒で後ろね確かに電気はついてないけどもリビングから入る光があるからこのフードの部分まで黒くなるっていうのはちょっとおかしいなんてことを言うとこれ実はねこのフードになってるこの黒い部分っていうのが はっきりと分かるぐらいいの強い霊堂になっているとおそらくこの霊堂から出てきた浮遊霊っていうのはこれ写真に写っちゃっただけなんやろうね。じゃあ大丈夫ってことですかって。いや大丈夫なわけないよ。これだけはっきりと大きいのが写ってんねんでこっからたくさんのこの霊が出入りすると考えてってまあ例えば、まあ、東京で言ったら新宿新宿の大ガード。 あの下したなんんて人がたくさん行き来するでしょあそこで毎日暮らして寝てると思って人間ストレスすごいよそんなとことてもじゃないけど暮らしていけないと思うけどねだからあの部屋で寝たりとかね暮らしていくのはやめた方がいい まあ僕はそのままね M にそれを伝えるんですけどまあね信じてない人にとってこれなかなか伝えるのって難しいんですどれだけこれ危ないよって言ってもまあでもねな,なんか取れたらなんかそれ話のネタになりますしみたいなことで結局住み始めるんですね、えー、しばらくしてねあれはねほんと8月頃だったと思います朝にその M から僕に電話かかってくるんですよもしもし梅に使かって大変なことになったんですよ ほんとあのえちょっと待ってくださいね僕はちょっと待ってだほ本当今今すごい怒ったばっかりでちょっと落ち着いてないんですいませんちょっとあのもう順番にまとまってないですけど話しますって言いながらも朝方に M が電話越しに話し出すんですよ。で夜に出ないといかんからまあ部屋開けちゃうと。でもう一人いる後輩ももうバイトに出てるっていうことだったんで。 俺そのまま出て行ったらな鍵とか閉めなあかんからなって言うんで A にね伝えなあかんって言ったんですよ A がねその前あの冷、ー、凍が通ってる死神みたいなのが写ってるあの部屋に、ま、ずっと住んでるんですよで、まあ、A にね声かけようと思って「出るで!」って「俺ちょっと出るから鍵閉めといて」閉まってる襖越,越しに声かけた何も帰ってこない 寝てんのかなって思うんですけどねふすまのところからねかすかに音が聞こえるんですよドドドドンド,ドドドドとかドタ,タタタタタみたいなこうなんというかこう足を何回も踏みしめたりこの部屋の中を走り回ってるような音が聞こえるいやえなんで走り回ってるってことは起きてるでしょじゃあなんで返事せえへんの?「おい起きてるやろ!」まだ言ってハッとしたってあこれそうかもしかしたらなんか動画かなんか撮ってんじゃない ネタのの動動画画かかかなんか配信用の動画かあだからこれ音するけど返事できへんねやと「うわっすまん」と思いながら、まあ、それ確認したいんでねその襖をね音のならないようにカラカラとゆっくりと開けたんですよって言って「わって開けたらね真っ暗なんです中」動画とか撮んのに真っ暗っておかしいじゃないですかでね真っ暗な中なのに足音聞こえるんですよドド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 って 結構強い力で何人かの人がそこを走ったり駆け抜けていくような音が聞こえるって真っ暗の中確かにこう出て行ってないはずだから A がいるはずだけどその姿は見えないでも走り回ってる音を聞く「うわっ何?」と思いながら僕そのままふすまきゅっと締めたと頭の中ねよく分かんないことでいっぱいなんですけどいやでも音聞こえてたしなって。 でもバイトもあるし僕の中ではこれはきっと上に住んでる人の足音がつたって聞こえてたってことでまあも,うもう心をねえまとめて収めて仕事行ったんですでまあ今朝帰ってきたんですよでも今ですよ帰ってきたらねまだその、A、が寝ててるる部屋が閉まってるんですよ朝いつもこの時間帰ってきたら起きてるんですけど閉まってるからあれ体調でも悪いんかなと思って。 おいい大丈夫体調悪いなんか買ってきてあげようか大丈夫?」声かけても返事がないんですよ。うんと思いながら、まあ、夜と同じようにねゆっくり襖開けるんですよね。中当然電気ついてないんです。うんでも夜と違うのがねやっぱり朝方の光がパッと入ってくるもんですから電気つけてなくてもすすりガラス越しですようっすらと部屋の中の形わかるんです。真ん中に布団が敷いてある。 それがこんもりと盛り上がってるから「ああ、ええ寝てるやん」と差し込む光で埃がキラ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 とねなんか光って見えるって言うんですようん空気悪いなと思いながらすっと中入って「おい大丈夫大丈夫か?」声かけても返事ないと「熱でもあんの?」って思いながら肩をガッとつかんで起こそうとした瞬間「ああこれ違う?」って。 A の体ガチガチに固まってて僕が引っ張った瞬間ゴロンってうむいたら血の泡吹いて亡くなってたんですよ僕急いでその後警察と、まあ、救急にも電話してでも調べてもらったら、うん、もうこれは病死ということになって、まあ、聞かせてもらってまあまあ細かい判断はまだされてないみたいですけどそ、まあ、らく病死っていうんですよね。 うん、脳の血管が、うん、切れてしまってるっていうことなんです。まあ、これだけだとね僕も本当に、まあまあ、不幸な病気だなとは思うんですけど脳の血管とかってストレスによって切れるとかって調べたら書いてあってあの写真がなかったら僕何にも考えてなかったんですけどあの写真のことを考えるとやっぱりこの部屋が原因でそう思ってしまうんですよね。 で僕もその時冷静じゃなかったんでなんとなく頭に浮かんでるこのうる覚えではあるんですけどあの部屋ね夜僕出て行ってから帰ってきてそのまま布団残ってるわけですよ多分誰も来たとは考えられないんですけど僕がその部屋から警察に電話してる時 A が寝てる布団何人もの足跡みたいなんがついてたんですよ。 この話は本当に僕もねその A 君とはね一緒にいろいろお仕事もしたしねえなんかちょっとしたユニットみたいなの組んでね活動してたこともあるんでね思うんですけどなんとかできたんじゃないかなとかいろいろ思いますけどね本当にこの幽霊とかうん心霊とかを信じない人に伝えるの難しいんですよ。ありがとうございました 今から数ヶ月前、スリーラーナイトに来られたある女性のお客様から聞かせてもらったお話なんです。でこの方、わ、え、り、ー、と、ね、つい最近だっていうんですが、えー、岩手県にある有名な <laughs> 旅館、あの座敷わらしが出ると言われているです、ね、あの某有名な旅館に泊まりに行ったそうなんです。な、え、な、ー、なかなか、ね、あそここ予約ももいいいっぱででで取ることができないでも運よく そここに一晩泊まるととができたと、えー、女友達と2人でそこに出かけましてその晩2人で「今日座敷わらし出るかな」まあ、そんなこと言いながら布団に入ると確かに夜中自分たちが見上げる天井からパタ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 と子供が走るような足音は聞こえるただそれ以上特に変わったことは起きなかったそうなんです えー、明けて、えー、その日の、ね、朝、えー、7時半だっていうんですがこの旅館が用意してくれた朝食を食べなければいけないなんですけど割とね夕べ2人でお酒を飲んで夜更かししたもんですからなかなか起きるのもしんどいでも朝ごはん食べなきゃね、えー、そう言って2人頑張って起きて朝ごはんを食べに行ったで部屋に戻ってきたんですけれどもまだなんせ眠気が残っているおまけにご飯も食べたもんですからね、えー、眠気がぐーっと とぶり返してくる彼女友達に向かって「ごめん私ねちょっとチェックアウトまでの間しばらく時間があるからもう一度横になる」とこのお友達の女性も「うんそうしな私ちょっと喫煙所でタバコ吸ってくるから」そう言って部屋を出たでこの友達が襖をトンと閉めたのと同時だったんです1人残されたこの体験者の女性 金縛りに合う布団の中で全く体を動かすことができないなんですけど実はこの女性まあそういった勘が強い方といいますか、えー、金縛り何度も体験したことがあるんですそれぐらいじゃ何とも思わなかったんですが驚いたのはそこじゃない、まあ、この方ねいつも金縛りに会うと耳鳴りがするんだそうですけどその時の耳鳴り いつもとは違う自分の耳,耳の真横で尺状を鳴らすあのシャンシャンシャンという音これが爆音で鳴り響くまるで工場でこの重機が動いてるのを真横で聞いてるようなそんな爆音だっていうんですでもうちょっとこれは耐えられないこのままだったら私どうにかなってしまいそうだそう思った時なんです 仰向けで寝ている彼女の顔の上上から逆さまになったものがスーッと降りてくるでとっさに彼女それを見ないように意識したって言うんです正直私幽霊も何度も見たことあって現代の幽霊って怖いと思ったことないんですでもね 私動かない体の中で眼球だけ一生懸命そらしてそのかその子の顔を直視しないようにしてるんですけどやっぱり視界の隅には映ってしまうんですよねその子どう見たって現代の子じゃないんです頭のてっぺんで髪の毛をキュッと結んだ男の子でその子が私の顔を上から覗き込みながら動かない私の両手を ぐーっと持ち上げるで私の頭の上でその手をぐっと握ってるんですでその時その男の子の着物の袖が見えるんですけど紺色の着物まさにあの旅館に出ると言われている座敷わらしの姿そのものだったんですで思わず私それ見た途端にぶつっと意識が途切れて 気を失っってしまったんですで再び気づいた時には喫煙所に行ってた友達が戻ってきてのんきに部屋の中ででピスタチオを食べてるんです私それ見てね思わず何ピスタチオ食べてんだと怒ったんですけど、まあ、結局その後チェックアウトをして2人で東京に向かう新幹線に乗り込もうとしたんです友達が先頭を歩いて改札をくぐってで私も続いて 改札を通ろうとして、新幹線の切符を入れた時なんです。その切符、戻ってくるんです。あれと思って、何度も入れるんですが、やっぱり弾かれてしまう。と、その様子を見かねた駅員さんが近づいてきて。まあ、おそらくその表情からして。このお客さん。切符の日付、間違ってんだろうな。まあ、そういう人はよくいるから。そんなような表情で私に近づいてきて、案の定。 お客さんその切符本当に今日のですか冗談じゃない私さっきまでちゃんと確認してるほらってその切符を駅員さんに見せたらその駅員さんギョッとしてるえな何ですかこれこんなことってありえないんですこの切符時期が狂ってるんですでもね 新幹線の切符って時期が全く狂わないんですもしあの切符時期を狂わせようと思ったら電子レンジに入れたって無理なんですこれ一体どうやったんですかものすごい強い時期を浴びせないとこんなことにならないんですまあ、そう言ってる駅員さんの後ろで先に改札をくぐってた友達がああその子さっき座敷話を見たからですよ そそのの言葉にこの駅員さんんも大変驚いてたそうなんです霊が現れた時何かしらこの電気に影響を及ぼすっていう話は聞いたことありますがものすごい強い時期電磁波電気なんかを発する存在それが霊体なのかもしれない、まあ、そんなことを思ったお話なんです。 この話はですね今年2023年の1月頃この店歌舞伎町のスリランナイトにいらっしゃったある若い女性のお客様から聞いた話なんです千葉県からいらっしゃった若い女性でしてね初来店だった仮に A 子さんとしましょうかそんな A 子さんこの店で僕に会うなり金縛りって霊体験ですかって聞いてきたんですでこれ困ったんですよねというのも金縛りってもちろん霊体験のパターン数多くあるんですけど もう科学的に解明されてるんですよこれ睡眠麻痺っていう状態なんですね。脳だけ起きて体が寝てるみたいな。つまりこれそう言われても、なかなかどっちとも答えようがないんです。それをそのまま伝えると、昔こんなことがあって、そう言って英子さんが話し始めた。英子さん曰く高校生の頃らしいんですね。ある時期を境に、毎日金縛りにあっていたと。これきっかけわからないんです。 でも毎日毎日金縛りに合ってる。どういう感じかというと、夜はいつも普通に寝れるんです。ただ、しばらく経つと絶対起きてしまう。起きた瞬間にもう体動かないんです。金縛りに合ってる。金縛りで起きる感覚って言ってましたよね。で、日によっては、ベッドの上で動けない自分のすぐ横をたくさんの人が歩くことが聞こえる。こんな日々が続いたので、次第にこの A 子さん、夜寝るの怖くなっちゃったんですよ。 でも人間ですからね、全く寝ないってわけにはいかない。じゃあどうしたかというと、なるべく夜更かしして寝る時間を少なくする。そういうわずかな抵抗しかできなかったと。ちょっとでも怖い時間を減らすために。そんな生活が1週間以上続いたある日のことなんです。その日、A 子さん頑張って深夜2時まで起きていた。でもさすがに眠くなってくる。あー眠いなぁと思って。でも寝たら絶対、 悲しりれに合うんだよなと思いながら部屋の電気消した。でベッドに入って布団をかぶって目を閉じた瞬間にもう夢を見たって言うんです。これ意識連続してるんですよ。ただ目を閉じたらそこはもう夢の世界だったと。自分どこにいるかというと夢の中で通っている学校の教室にいるんです。どうやら放課後らしい。 で自分の目の前に友達が2人立ってるで自分のすぐ後ろに全く知らない女性が立ってる何この状況と思ってると友達の1人が「私トイレに行く」って言って教室から出ていくそするともう1人も「私も行く」って言って教室から出ていく知らない女性と2人っきりになるここで目が覚めたんです 何今の夢と思ってでも初めて金縛りじゃなかったと思ってると途端に眠気を襲ってきてまた目を閉じたするとまたすぐに夢見たんです同じなんですよ自分また通っている学校の教室にいるで目の前に友達が二人立ってる後ろに知らない女性が立ってる友達が言うんです私トイレに行くって同じ展開なんです出て行ったもう一人も私も行くって言って出て行った 知らない女性と二人きり、ここでまた目が覚める。何この夢え、同じ夢見てるえ、気持ち悪いと思ってると、また眠気を襲ってきて、目を落とした。すると、また自分、学校の教室に戻ってる。で、友達が二人立ってる。後ろに知らない女が立ってる。友達が言うんです。私、トイレに行くって、出て行った。もう一人も、私も行くって言って出て行った。女と二人きり、ここでまた目が覚める。この夢から逃げられないって言うんです。 ずーっとループしてる。で、頑張って起きてきたくても絶対眠くなる。で、目を閉じるとまた教室の夢見ちゃう。もうあんな夢見たくないと思ってるけど、どんどんと眠っ気を襲ってきて、ゆっくりとまた目を閉じた。すると、案の定自分また学校の教室に戻ってる。で、友達が2人立ってる。後ろに知らない女が立ってる。友達が言うんです。私、トイレに行くって、出て行った。もう1人も私も行くって言って、出て行った。女と2人きりになる。 ただ今回はここで目が覚めなかったあれ起きないと思ってると後ろの女自分見ながらこうやってとてもいびつな拍手のようなものを始めた。 その姿がとてても怖くて不気味でで異様だったんですますます起きたいと思うでも全く起きれないずっとんな自分のことを見ながらこうやって拍手してるえどうしよう誰か起こしてともでも誰も起こしてくれないえー、怖い誰か起こして怖いえー、起きたい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 ,起きたいと思ってるとパチッて目が覚めた。 やっとあの夢から逃げれたんです。もう眠気を襲ってこなかった。ああよかったーと思ってパッてよく見ると、ベッドの横にその女が立ってて、自分見ながらこうやって拍手してるんです。うわーって悲鳴上げてすぐに部屋を飛び出して、両親がいる部屋に逃げ込んだと。その人は一晩中ずっとそこにいたっていうんですね。ただなぜか全くそれっきり、金縛しりに合わなくなったっていうんです。でも一体あれが何だったのか全くわからない。あれって霊体験ですかって聞かれた。 このパターンは確実に霊体験だと思ったんですね。夢で見た存在が部屋にやってくる普通じゃないですから。そんな話聞かせてもらいましたね。どうも、不遇男です。 はいといととうことであのー、ちょっとねもう階段がやっぱりこんだけ上手な人も集まってきたんでそろそろちょっと自分の得意ジャンルをしゃべろうかなと思うんですけれどもまあねちょっと不遇が連鎖しているんですけれども、まあ、ちょっと夢の話って、まあ、嫌いな人いると思うんですけれども僕夢見てもほとんど覚えていないんですよでもこの間たまたま蜂に後頭部刺される夢を見てめちゃくちゃ覚えてたんですよ。その日1日ふとしたた瞬瞬間間に蜂に後頭部をを刺される夢を思い出す瞬間があったんで TikTok ライブを深夜にやった時にせやせやせやと「今日さ変な夢見てんけど誰か夢占い教えてよ」っていう話を振ったんですよそしたらリスナーさんから「それトラブルの前兆ですよ」みたいなほなまたこう不遇だからトラブルがまたあるんですねみたいなんで笑い話で終わったんですけれども翌日電車に乗ったらですね奥駅でちょっと火災みたいなんがあってですね僕3時間電車に詰め込まれてであの仕事遅れたんですよ 第一刻になってで詰め込まれてるだけやったらいいんですけれどももう3時間持ったらやっぱね変な人って電車に1人は乗ってるじゃないですかねそしたら前の方の車両からちっちゃく声が聞こえるんですよ男の人の叫び声がだん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 近づいてきて「<laughs> 早く発車しろよ JR!」っていう声がすごい聞こえてくるんですでその時にもう確実に俺の車両で止まるっていうの分かってたんですよだって不遇ですから <laughs>、はい、もうこれも慣れてるんですよ <laughs> ほん iPad の上 JR 何してんだ!」 発車しろってやっぱり来たなーと思ってでもなんかちょっと怖いからなんかね詰め込まれてるから何かしらこう事件とかになったらどうしようと思って僕は目を離さなかったんですそしたら片っ端からこう座ってる人にね「お前男だな暴れん坊将軍見ろ」「お前女だなベルセイユの花見ろ」って言ってすおすすめの作品を勧めていったんですよ。これはちょっとと面白いぞと で僕ももうアマプラとか見るもんないからこの人の勧められた作品絶対見ようと思ってどん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 こう作品を教えていくんですでその時僕の番に来たからやったと思ったら僕の番飛ばされたんですようわ唯一飛ばされて教えてもくれんのか多分この社内で俺だけやぞと望んでんのそれを飛ばされたとわ最悪なことあるなと思ってでそれをまたあの喋ったらあ結局やっぱり夢占い当たるんですねみたいになって盛り上がったんですでそっから2日後ですよ 僕スズメバチに顔面刺されたんですこれあります1個の夢で夢夢でで占いい当てててにもすするっていうエコな時代ですねそういうのがあってこれはだから、まあ、夢だけで、まあ、そういう偶然不遇が続くなと思ったんですけれども実はですねもう一個これ関係してるものがもしかしたらあるかもなっていうのがあるんですけれども、まあ、僕よくしゃべる生きの話ってあって、まあ、1年半から2年ぐらい前にですね僕生き量がこびりついてるんですね。 ですよ植松聡さんとやってる「ゾットモというイベントで僕の顔になんか同じように重なってる顔があってさらにこうネイルがねこうついてる手が僕を握りしめてるみたいな写真があるんですけれどもでその生き量がもともと現れた時って YouTube のこう考察を喋ってる時にスマホを爪でトントントンってノックしてそこからスタートしたんですよ全てが。 生きをついてるねみたいなトラブルが多々続いていってしばらくなかったんですけれどもその「発車しろよ JR!」のおっさんが現れて以降また YouTube 撮影してるとこの爪の爪音が入ってきてきるんですよだからもしかしたらこの生き量続編が今来てるんかもしれないなっていうのがあって、まあ、この話はねちょっと長くなるから省略はしたんですけれども多分その心霊写真が見たいっていう方がまだ見たことないっていう方もいると思うんでちょっと今、あのー、ツイートします。 でそれスリラーナイトでどんな心霊写真が写ってるかっていうのを見ていただけたらあこういうのが写ってたんだっていうのが多分見れると思いますのでリアルタイムで SNS を使ってえちょっと今心霊写真あのばらまいてるんでもうほぼウイルスみたいなもんですよねばらまいてるんでよかったら見てくださいえまた続編があったらお知らせしたいと思いますえ国沢伊勢でしたありがとうございます。 えー、やりにくいことこの上ない。<laughs> 数作です。よろしくお願いいたします。はいということで、えーま、前半4巡目で僕はね、これ前半の一般廃止最後のお話でございますんで本日8月13日お盆でございますんでまさに数年前8月13日お盆の日に。 起きたお話っていうのを聞いていただきたいなと思うんですけどこれ僕の母親の体験談なんですよ。というのもこの母親が僕がもう高校卒業して実家離れましてで僕の六甲への姉もすでにもうね実家を出ててで、えー、まあ母さんと親父二2人でその日お墓参りに行こうとしてたってうんですよ。 ただ、日中、母親の用事があったんですけど、その用事っていうのがかなり伸びてしまって、出発して、えー、そこからレーンに到着したのが、もう夕方の5時過ぎとか、6時前でもう駐車場に車が一台も止まってないような状況だったっんですよ。で、母親もね、かなり遅い時間になっちゃったんで、いや、ほんとごめんねと言いながらも、まだね、夕方、夏の時期なんで、日は出て明るい時間なんですけども、その時間帯に。 で、お墓参りしてる人がいるかって言ったら、もう全員帰ってる時間帯なんですよ。で、親父もね、いや、もういいよと、時間も遅くなっちゃったし、帰りも暗くなっちゃうから、もうパパとお墓参り済まそうよ、そうだね、と言って、霊園の駐車場から車を降りて、お墓に向かったって言うんですよ。で、このうちのお墓ってのがね、この霊園内のね、お墓ずらーっと並んでる、すべてを突っ切った一番最後の列に。 お墓があったったて言うんですよなのでそこでグッと折り曲がってそのまんま自分家のお墓のところまで来て「あったあった」っていうことで、まあ、線香にまずね火をつけて、まあ、手合わせてたって言うんですけどその背後34列後方のお墓のあたりを子どもたちがキャッ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 キャキャキャ笑い合いながら追っかけっこしてる様子の声が聞こえてきたって言うんですよ。それを聞きながら母親ああ懐かしいなって思ったそうなんです。 で、これ何が懐かしいかって、それこそ僕、そして僕の六甲上の姉、あの子たちもこれぐらいちっちゃい頃、お墓参り連れてきたら、こうやって、なんかかけっこしてたな、おっかけっこしてたな、懐かしいなって思ったって言うんですよ。で、手を合わし終わった後その走り回ってる子供たち、どこにいんのかな、ちょっと気になったもんなんで、立ち上がって後ろ来る。振り返るんですけども、3、4列後方をおそらく走り回ってるんで、 お墓が邪魔で子供たちの姿確認できなかったって言うんですよ。あ見えないかって思って目線を戻して今度お供え物なんか置いてる。この間も子供たちキャッ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 笑い合いながら追っかけっこしてる。でお供え物を置いてる手を止めてまた立ち上がって子供たちどこにいるのかな後ろ来る。振り返って確認するんですけどもやっぱり子供たちの姿はお墓が邪魔で確認できない。やっぱ見えないか。そう思い目線を戻して今度お墓の掃除を始めるんですけどその間も。 子供たちはずっとキャッ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 キャ,ッキャッ言いながら走り回ってる。それを聞いた時にここからはもう母親の余計なおせっかいなんですよ。そろそろ親御さん注意しなくていいのかなって思ったんですよ。こんだけ走り回ってたらうちの子がこんだけ走ってたら説教するけどな。よそのお,お,お,、ね、お墓にぶつかって怪我してもしょうがないし転んでも危ないし注意するけどな。そうだと。この走り回ってる子供たちの親御さんどこにいるんだろうと思って。 このね、掃除をしてる手を止めて、立ち上がって、後ろ来る、振り返るんですけども、親御さんの姿も確認できないって言うんですよ。で、子供たちの姿がね、お墓、背がちっちゃいですから、隠れててしょうがないですけど、親御さんの姿なら、まあ、頭から上なり、肩から上、このお墓の上から見切れてもいいのにな。そんなこと思いながら、あたりをキョロキョロ見渡してるってなったら、これ、父親からしてみたらですよ。 自分でね、このお墓参り、母親のせいで遅くなってるのに、その自分はってなったらね、手も動かさないで、あたりずっとあたり、キョロ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 見渡してますから、おい、何してんだよ。尋ねられたので、母親も、さっきからさ、子供たち走り回ってるから、親御さん注意しなくていいのかなと思って、親御さんどこにいるんだろうねって言った瞬間に、いや、ここにいるの俺らだけだろうって言われた瞬間に、いや、ちょっと待ってよ、子供たちの声、って言おうとした瞬間には、あたりから子供たちの声が消えてるって言うんですよ。 さっきの駐車場にさ他に車1台かあったかなかっただろうじゃあ誰がいいんだよって言われた時に母親はなるほどとお盆の時期だからそうやってこっちの世界に戻ってきて楽しく遊んでる様子の声を私は聞いてしまったのかな遊んでるとこ申し訳ないことしたなって思いながらもあごめん私の勘違いだから気にしないでそう言って一通りねこのお墓参りの掃除だったりすべて終わらせてじゃあそろそろ帰ろうかと ということで、荷物まとめて帰ろうと立ち上がって、自分地のお墓と隣の家のお墓の間に立った瞬間、先ほど言った通りね、うちの墓、一番最後の列なんですよ。そっから先に見える景色って、もうお墓も何も立ってない。ただただ何もない敷地がバーっとずっと向こうにまで続いてる。それが視界にふっと入った瞬間、そのずっと敷地の向こうに女の子二人立って、キャッキャキャッキャキャッキキキャャッャ笑いながら、母親に向かってずっと手招きしてるんですよ。それ見た瞬間には、 私あの子たちに呼ばれてる。行かなきゃと思って、そのお墓の間からスーッと向こうの敷地に行こうとした瞬間、父親に腕グッと止められて、お前何してんだよって言われて、あありがとう、助かった。そう言って、何事もなく帰ってくることができたって言うんですよ。あの時私、父親いなかったら、無事には帰ってこれなかっただろうねっていうお話を、8月13日、お盆の日に体験した。 っていうお話僕このお話する機会多かったんですよ。たただ最近この話やめてたんですよねというのもある日ご来店されたお客様にこのお話を聞いてもらってたら鈴作さんの胸元異常に動いてるように見えたんですとこの話やめた方がいいですよっていう全く同じことを僕4人から言われてるんですよ。なのでこの話し続けたら鈴作さんやばいことになるんじゃないですか 言われた話を8月13日にしてみました。以上、数作でした。どうもありがとうございました。 吉田紀仙香です前半戦最後のお話あじゃない違いますあ、<laughs> 前半戦最後のお話になりますよろしくお願いいたします、えー、去年ちょうど1年前にインタビューさせていただいたんですけれども島根県にお住まいの一平さんという方がいましてでこの方から、えー、インタビューさせていただきましたでこの方ですね センカさんんっっってててホタルって見たことありますって言うんです東京だからなかなかホタルって見る機会ないと思うんですけどねも私も子どもの頃田舎育ちなんでねよく見に行きましたよなんて言うと僕もねものすごくホタルが大好きで毎年一人で見に行っていた場所があったんですよ家族を置いてね一人でそこに見に行くのが僕の楽しみだったんです。ででもあることがきっかけで 僕ねそこに行けなくなっちゃったんですそれから一度もその場所に行ってないんですよねそう言ってこんな話を聞かせてくれたんです彼がお住まいなのは島根県ででそのホタルのたくさん見られる場所というのが階段好きの皆さんだったらよく知ってるかと思いますけれども雪女ですとか 無事なですとか、えー、耳なし法一なんかで有名な小泉八雲にゆかりのある、えー、島根県松江市八雲町から東陰部町に抜ける山道の途中なんですで、このあたりっていうのが里山と田んぼが広がってまして本当にのどかでいい場所で,でこの辺りの一角でたくさんのホタルが 毎年6月の下旬あたりから見られるようになるというので一平さん会社帰りに必ずご家族と一緒ではなくってたった一人でそこに訪れてみるというのが楽しみの一つだったで今から10年ほど前の6月のことになるんですけれどもこの辺りというのが近くに茅葺き屋根の交流会館がありましてで村人たちは何か催し物があるとえここに来て えー、いろいろと行行事を行う田んぼが広がってましてで左側がが小川が流れてるその間の細い道車やっと1台通れるようなそんな道があるんですけれども会社帰りにこの日は雨が降っていたんですけれども雨が上がって夕焼けが見えたのでああ今日はホタルが出てきちょらんか見に行くかと会社が終わった後車でその場所に行ってみた。 ちょっとまだ時期早いかなとは思っていたんですけれどももうそろそろいい天気だし1匹くらい見られるかななんてのろ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 こう車を運転しながらその道を進んでいくでちょうどあの例の茅葺き屋根の交流会館が右手に見えてきましてで目の前は田んぼが広がってる。こののの田んぼの奥の方に交流会館があって で左側に小川が流れてるちょうどこの辺りが毎年たくさんのホタルが見られる穴場スポットになってるでこの暗い時間帯ですとほとんど対向車後続車あとはひときも全くなくなるのでゆっくり運転していても全く邪魔にならないんです本当に速度を落としながらゆっくりゆっくり進んでいくただまだちょっと時期が早かったのかホタル一 匹も見られなかったんです「ああまだちょっと早かったかな」ゆっくりゆっくり進んでいって「ダメだなああ全く見られないなあ一匹もいないかなあ」って走っていくとこの田んぼのあぜ道の辺り5 6 0メートルほど先の方にぽっと赤い光のようなものが見えてこれんだろうなと見てみると。 まあ、おそらく野焼きでしょうえ。都会の方はちょっと知らないかもしれないんですけれども、草をむしってそこに火をつけて、でそれをこう燃やしていると。おそらく野焼きだろうなと思いながら、またホタルを探しながらノロ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 と運転していく。やっぱりホタルは見られない。ダメか。まだ早かったかな。もうちょっと後で来ようかなと。で窓をこう開けて。 周りの様子を見ようと思うと。夕方まで雨が降っていたせいか、田んぼからカエルが何匹もこう出てきてまして、おそらく前に通った車にひかれたんでしょう。生臭い匂いがむわーっと漂って一瞬吐き気を催したって言うんです。うわー気持ち悪いな。で、その時何気なくふっと見ると、あの赤い炎がもう目の前まで迫ってましてで、それをよーく見てみると。 バチバチ音を立てながら燃えてるんですけどなんだか様子がおかしいなんだろうとおかしいなと思って見てみるとその炎の中草や枝じゃなくて何か大きなものが燃えてる何だろうこれって。で車止めて降りて見てみるとこの燃える炎の中燃えてるものの正体が分かったんです。 赤ちゃんなんんですよ赤ちゃんが燃えてるんですうわっこれはまずいと思ってでも一瞬見間違いか人形かなとも思ったんですけれどももし万が一事件だとしたらこれこのまま帰っ,ていくわけに帰っちゃうわけにいかないぞと。で車を降りてその炎の方まで近づいてきまして見るともうグーッと音を立てながらメラ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 バチ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 と燃えてる。 その中でもう炭化した赤ちゃんが縮こまった状態ででその中にいるんです、ね、うわこれはまずいどうしようどうしようどうしたらいいんだろうってえ人形じゃないよなえっ何だこれもうほぼパニックになった状態でただおかしなことに気がついたバチバチと炎は音を立てながら燃えているのに全く煙が上がっていない上に手をかざしてみても全く暑さを感じないんです でその燃える炎の中の赤ちゃん炭化してコル黒焦げになった状態で「おにゃー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 」って泣いてるこれ何が土下なっちょやどうしようあ警察」すぐに車に携帯電話を取りに行って百1番通報をしてあの田んぼの汗ぜで「赤ん坊が赤ん坊が」そう言ってパッと振り返ると。 今あった炎が突然となくなってるんですえ赤ん坊があれあれ今目の前にあったそれが全くどこにもない、うん、その後何往復したかわからないくらい何度も何度もその界隈を探してみたんですけれども炎も。 その燃やされたた痕跡一切見つかからなかったんですでも一平さん次の日どうしても気になってしまって会社の休憩中にもう一度日中です同じところを見に行った昨日見たのは幻覚なんかじゃないはっきりと燃える赤ん坊を見たんだと同じ場所に行って探してみたんですがやっぱりその痕跡 一切見つけることができなかったんですうろ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 その後何べんも何べんも歩いてみたんですけど見つからなかったそれ、えっとたまたまそこで田んぼの作業をしていた地元のおじさんが「あんたそこで何しとや?」と話しかけてきたんで「昨日見たことを話す」「ここで野焼きをしていなかったですか?」と聞いてみると。 暗になってからキャンとこで燃やいて帰ったらもう危ないていけんわね!」。そう言って「はああ下げだわね」と言ってこの時は帰ったんです。その後も何度か見に行ってみたんですけども結局その燃えかす自体もそんな後も一切見つからなかった。あれから10年近く経った今もあの時の炭化した 赤ん坊の泣き声と姿頭の中にこびりついていて一平さんその場所を二度と通ることができないんだそうです。 えっとですね、えー、僕のまあほんに家族の、ね、関わってる会、まあ、談不思議な話というのはいろいろあってですね、まあ、その中の一つなんですよね、えー、僕いとこのねまあ子供がいるんですよで、まあ、その母から聞かせていただいた話なんですよ、まあ、おばさんですよね、えー、そのおばさんがね。 うん、まだもう少し昔ですねまだ、えー、30代の頃ですよ、えー、子供がいてねともちゃんという名前なんですとも、うん、ちゃんがまだ小学校4年生の頃うんまあともちゃんっていうのがねまあいわゆるこう言葉がねうまくしゃべれないんです思ったことを言おうとしてもこう言葉が詰まってしまうとか、うん、何回も同じ言葉を繰り返してしまうみたいな 挨拶することもななななかなかままならなくてで一度そういう気持ちになるとねこう喋るのに勇気が出なくなるということでどん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 それが悪化するんですよ。 うんでねまあ土地柄関西ということもあって、えー、そういう子供というのは、まあ、いわゆるいじるというか、まあ、いじめるというのがこれも難しい判断ですけどその間のようなね、えー、ちょっとしゃべれないのをちょっと小ばかにして笑うみたいなことがね、まあ、結構ね他の地域に比べたらこれがツッコミみたいな感じでね、えー、捉えて言われることもあるんで、まあ、ハードルが低いということで、まあ、いろいろ言われてたっていうんですよ。ねえおしゃべることもできへんのかよみたいな。 なんか言ってみてみみたいな「いないやそれもう聞いたって」とか周りはそれでわーっと盛り上がったりとかね笑ったりするんですけど本人からするとそれはもう心にどん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 、えー、重いものがたまっていくとそういうこともあってこのともちゃんという女の子ですねまあいつも学校から泣いて帰ってきてたっていうんですうんまあ家のね玄関先で泣いてる声が聞こえるっていうんですよお母さんからしたらもうその声でああ帰ってきたんだなっていうのがわかる。<laughs> とこう鼻をるる音が聞こえるえー、カチャッとねドア開けてと覗くとまあともちゃんがその玄関先で座り込んでるっていうんですよ。まあそのカチャッって音がねもう聞こえるんでしょうね、えー。顔合わせないまま「私って生まれてこん方が良かったんかな生まれてこん方が良かったな?」っていうことを言うんですよ。 うん、まあねそんなことを自分の子供が言うなんてとても悲しいことですから、うん、いつもねギュッと背中から抱きしめてあげてねそんなことないよってともちゃんがいるからお母さんね、あのー、毎日、うん、しんどいことあっても頑張れるしここまで生きてくれてるからともちゃんが生きてくれてるおかげで私はこうやってね過ごせてるんよっていうお伝えるんですよ。 でもま人間ですからね、お母さんもねん、めちゃくちゃ疲れが溜まってる日もあれば、何かね、こうぼーっとこう何かこう集中できないというか、漫然とした気持ちで過ごしてる時もあってですね、それはある時なんですよね、ともちゃんが同じように帰ってきてね、泣いてるんですよ、玄関の向こうで、その姿を見てね、私生まれてこん方が良かったんかな、生まれてこん方が良かったっていうことをずっと言ってるのに対してね、 その時ねはっきりと何も言えなかったったていうんですなんかちょっとね自分のこの感情の、うん、触れる方向を間違ったというか、まあ、それが間違ったってわけではないんでしょうけどいつまでもそんな気持ちでいるから何回も言われんねんみたいな感じであんたがそう思うからそうなっちゃうんじゃないのとあんたがそう思うからそう言われんのよ。なんとなくそういうことを言ってしまったと。 まあ自分としてはね、えー、気持ちを強く持って、まあ、言い返すなりしたらそんなことを言われんくなるんじゃないかなということで伝えたつもりなんですけどやっぱりね、うん、どう受け取られたか、まあとになってこれお母さんねしまったなとねちょっと言い方間違えたかななんて「明日たともちゃん帰ってきたらごめんね」って言ってね、うん「そんなつもりじゃないよと」ともうちょっと丁寧に説明して「大好きだからね」ってことを伝えようと思ってたっていうんですよ。 でもそんなことがあったね、翌日に限って、ともちゃんが帰ってこない。いつも帰ってくる時間になっても帰ってこないんですよ。もう6時も回り7時ですよ。ね当時ね、ちょうど秋口だったそうでね、もうその頃には空が暗くなってると。学校に電話してももう帰りましたよ、なんてことを言う。しばらくするとね、電話がかかってきたって言うんですよ。あ立って取ったらこう、 すすり泣く声が聞こえるってもうその時点でお母さんね「あと友ちゃんだ」って分かった「どうしたのどこにいんの?」「迎えに行くからどこにいる?」って何にも言わないんですよ何にも言わないんですけどね後ろで聞こえるって言うんですよ「さあ」っていうこの川がね流れ落ちる音うんその音を聞いて「ああそこだ」ってお母さんすぐに分かったっ、えー、このね友ちゃんが家から学校まで行くこの通学路の途中に大きな川があるんですよ うん、でその橋があってねそこの途中でこう川がねこう石みたいになってて上からザーッと流れてるところがあるとその音だなと思った、うん、確かにあの近く電話ボックスなんか公衆電話あったような気がするななんて急いで出たってもうその頃ねもう真っ暗ですよ、まあ、月明かりがあるので、まあ、道路であったり道のねこのちょっとした構造物が分かるだけで。 真っ暗な川べりまで降りて探し回った。めちゃくちゃ焦ってたっていうんですよね。というのもその川っていうのがまあ地元ではね、毎年一人二人飛び降りるものが出てしまうと。もしかしたら友ちゃんなんかこれ余計なこと考えてんじゃないのよくないこと考えてるかもしれない。必死にこの河川敷ね、走ってね。友ちゃん友ちゃんいるどこ返事して,って 無情にも返事返ってこないんですよ。もう、心はね、締め付けられる感じ、それだけじゃないですね、もちろん走って全力で探しますから、それと同時に心臓もドッくんドッくんと、この激しく脈を打つわけですよ、苦しい気持ちになるし、それがもうこの心なのか、本当に心臓が苦しいのかわからんでも、とにかく走るしかないということで、河川敷がわーっと走る、月明かりに照らされて、このね、葉っぱ、んなんとなく形がわかると。 そのの暗暗さの明暗だけでで判断すするんですよこれが葉っぱなんだなとかあ,あそこが川になってるところであれ降りるところの護岸になってるコンクリートかなとかってもうこれね形とか色では分かんないんですよほんと明暗だけでそれを判断すると「ともちゃんともちゃん!ゃん」呼んでるとあ不思議なもんですり泣く声が聞こえると言って。 あこれ絶対そうと思ってその声のする方を逃さないようにお母さんバッと走っていったってえするとねこう河川敷え草が生えててその切れ間ですよ、うん、川に降りていく護岸があるとそこをバッと降りていく途中でですね座ってる姿を見た2つ影が見える小さい影ともう1人ちょっとこう大人にしては小さく見えるんですけどもう1つ影があるあいたあれ絶対友ちたんだと友ちゃんって言って声をかけたらこうその 泣きながらの声で「お母さん?」って声がして振り向いたって「あと友ちゃんいたよかった」って,思ってその横にもう一人誰かがいると「わからんけどもあの人が話を聞いて止めてくれてたんだなと」とその瞬間本当に心臓の音がどんどん大きくなって「よかった」って思うとともに苦しくなってきたっていうんですよ思わずその2つの影の前に滑り込むようにね手をついて「はぁ」って言ってると 心臓の音の大きさで聞こえてなかったんですけども、ゆっくりゆっくりとこれが落ち着くに従って、その横にいた人が、ともちゃんになんか喋ってる言葉が聞こえる。月の明かりとね、その川面に反射する光で、なんとなくその人の姿が、これ、あ、おばあさんなんだなと思って。おばあさんがなんかね、白い歯を見せながら、ともちゃんになんか喋ってるあっと。ありがとうございます、本当に助けてもらって、みたいな。 声にならない言葉をお母さん出しながら、こう、なんとなくそのおばあさんのほ見てると。おばあさん言ってるんですよね、耳元で。おいよかった。よかった、よかった。よかった、よかった、よかった。生まれてこの方がよかった。お前、生まれてこの方がよかった。ってその声聞いた瞬間、お母さん、ゾッと、いやこの人止めてるんじゃないなんてことをうちの子に耳打ちしてんのやろ。父ちゃんって言って、ガッと肩をつかんで、お母さん連れて帰ろうとした、その反対の手を、そのおばあさんがバって手を引くっていうんですよね。 おばあさんその次の瞬間何のためらいもなく川の中入っていくって言うんですよ考えられない力で反対の手を引っ張ってともちゃんの体を川の中に引きずり込もうとするって、えー、お母さんもね「え何何やめてください何なんですか?」って言いながらその手を掴んで、えー、陸の方に上げようとするんですけどねこれちょっとこの川べりっていうのはね砂ぼこりというのかこれがね困ってますからね 靴が滑るっていうんですよザーッととともに踏ん張りが効かないまま一緒に川の中まで引きずり込まれそうになるっていうおばあさんはもうね首のあたりまで川の中に詰まってるともちゃんもなんとか首が出るか出ないかのところで止まってるお母さん必死に引っ張って何してくるなんでこんなことするんですか何するんですか私の子が何かしたんですかってっそれとおばあさんねくるっとこっち向いてねまたニコって笑ったっていうんですけどわ笑ってるんじゃないって分かった。 なんで笑ってるかと思ったらそれってこの白いものが見えたからあ歯を見せて笑ってるんだと思ったけどこれ手を引きながらその距離で見たら違うんですよ口からモコモコモコってなんか綿みたいなのが出てるっていうんですよ。これ何おばあさんんでもなないだろうそしたらそこからねもう本当音というしか言いようがないんですけどわー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 とこう空気の振動のような大きなものを感じて。 必死に「ごめんなさいうちの子は本当に大事なんです!」「友ちゃん私いないと本当に私友ちゃんいないとダメなんです」って言いながらグッと引っ張ったそのおばあさんすって消えたって何なのか分かんないその気持ちが届いたのか分かんない自分が本当に友ちゃんのことを大事なんですって思った瞬間消えたって言うんですよあれが何なのか分かんないって言うんですけどねまあ人間ねどうしても生きてるとこう、うん、疲れたりして言葉思ったようにこう 使いこなせない時があるとは思うんですけどねうんそういう時でもこう一度こう思い返して自分が今から喋ろうとしている言葉どういう意味に捉えられてしまうのか考えるだけで何かを救えるかもしれないなというお話ですありがとうございました ある若い女性から聞かせてもらったお話なんですでこの方がまだ小学生の頃だったっていうんですがある時期ご家族ご両親ですとかねおじいちゃんおばあちゃん全員が体調を崩したって言うんですよでみんなそれぞれこの内臓ですとかねどこかに悪いところが見つかってで家族みんな寝込んでしまうただ彼女だけは無事だった でもその様子を知った親戚のおばさん、まあ、ちょっと信心深い方だと言うんですが、これ、何かそういった霊的なものなんじゃないか、私ね、知り合いでそういったものが見える人、霊媒師がいるから、一度相談に行こうと誘うんですが、彼女のお母さん、割とね、そういったことを信じない人、いや、おそらくこれはまあ、偶然だと思うんです。偶然 みんな体調を崩したそれだだけのことだと思うんですそう言ってたんですがある日これまだ冬の寒い時期だって言うんですが彼女の家の周りだけ季節外れれのが咲き乱れたって言うんですさすがにそれ見たお母さん確かにこれちょっと変かもしれないそう思ったんでこの親戚のおばあさん捨てに霊媒師さんのところに連れてってもらった とその霊媒師さん曰くあなたの家の隣に夫婦がいるでしょでその夫婦の旦那さんあなたたち家族をものすごく憎んでいるで呪いを飛ばしてるのでもしよかったら私これを取ってその持ち主送,り送った主に返すこともできるけど、まあ、そう言われたんでこのお母さんじゃあお願いしますと。 そう答えたんですでそれからしばらく経ってなんですもう本当にわずかなね短期間だっていうんですが隣の家のご主人いろんな病気を併発してあっという間に亡くなったって言うんですよ、まあ、確かにね考えてみればこの隣のご夫婦自分の両親と非常に仲が悪い、えー、絶えずこのトラブルいさかいを起こしていたとただ不思議なんですその隣のおじさん 私にだけは優しかったんですでもしかしたらそのお隣のご夫婦子供がいなかったっていうことで何かうちの家族を妬んでたんじゃないか、まあ、今となってはそんなふうに思うんですよね、まあ、そんな話を聞かせてもらったんですけど僕一つ気になるこの彼岸花って一体どういう意味だったんだろう、まあ、そう思ったんでね僕その日帰ってきて調べたんです。 彼岸花の花言葉、まあ、いろんな言葉があるんですがその中でギョッとしたのが思うのはあなた一人隣の家のご主人この体験者の女性のことだけをものすごく可愛がっていたもしかしたらなんです彼女のご家族みんな亡き者にして自分がその子を引き取ろうとしてたんじゃないか、まあ、そう考えるとちょっとゾクッとした そんなお話なんです。 はい、ありがとうございます。はい、ということでえー、4巡目終わりまして、うんえー、こちらで前半戦以上となります。えー、はい、もう24話終えております。すごいね。はい、そう,そうなんですよ。<laughs> あの。<laughs> 梅木さんとロックさんに関しては駆けつけて2時間ぐらいで多分4要はいくつにっていただいてなんか本当、なんか2、3人ぐらいで会ったライブぐらいの、<laughs> めちゃくちゃなんか <laughs>、はい。 すごいペースでねお話ししていただいて現在2439人に見ていただけております,す、ね、ありがとうございますでこのタイミングでね4巡目をしている間にメンバーシップに入っていただいた方<お>、えー、猿の腰抜けさんそしてユンさんおばけちゃんさんルチさん、うん、そして天山水淡水さち

リリュウさんそんなす <laughs> はい。あとさん <laughs>、うん。はい、ありがとうございます。ということで、えー、ここでね、えー、前半戦は以上となるんですけども、はい、おここからですねあの、ここでメンバーシップに切り替わっちゃいますので<わ>今2400人の方にせっかくなんでね、うん、告知ありましたらぜひお願いしたいなと思いますので千夏、はい、さんから順に告知の方よろしくお願いいたします。はいえっと あなたの体験談募集しております<わ>、えー、お電話でのインタビューですとか<お>あとは直接お会いしたりですとかもしておりますのでわりこそはという方実体験ぜひ聞かせていただけましたらもれなく語りにさせていただきますので YouTube チャンネルやっておりますそちらに宛先書いてありますのでぜひお話聞かせてください。あありがとうございまますじゃあ続きまして井山さん緑地さんん緑地

あの日に2回 X してるんで、いやいや、イヤマさんのポストを僕リポストさせていただきますので。<laughs> ちゃんと言ってるリポスト <laughs> <laughs> リポストさせていただきますので、うん、あのリポストってなんだ？<laughs> リツイートの頃です。あの明日なんですけど、明日、うん、FM 横浜さんの、うん、ちょうどいいラジオというラジオあの。うん 朝6時から9時までやってまして三つ国さんという方がパーソナリティなんですがそこのまあちょうどいい時間っていうコーナーに僕が会談を喋るという感じで8時10分ぐらいから愛媛横浜で僕の出番が朝ですか朝ですじゃあもうこのままほぼ寝ないでこのまま寝ないでラジオに行きますすごい大忙しい絶対8時10分の会談ってちょうどよくないでそうですよねとんでもなしぶっこんでやろうかなってまあできないですけどぜひ ぜひ皆さん早起きして聞いてくださいよろしくお願いいたしますじゃ続いてハニトラ梅木さんお願いします僕はですね直近言うと8月24日にですね生誕会談ディナーショーっていうのがあります僕は誕生日なのでちょっと会談して歌を歌ってみたいなディナーショー形式にちょっといろいろやったりすごい何歌うんですか いや、そんで、ええ、じゃ、演目は、それ、言えないですよ。<laughs> そんな、今、あ、人、だ、だ、えー、人、お、ね、お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 。いや、それは、あの、川の流れのようにとか。ちょっと雰囲気出してから、階段しゃべるとかね。 じゃない聞いといてはあはないでしょかじゃあ聞くなよ深く聞くからこうなったんですそれからちょっとネイキドロフト横浜さんで行われますのでぜひ見ていただけたらとあと僕も日本各地に行ってですね実際に墓の格好で駅前で階段とか集めてますのであるという方はちょっとおっしゃっていただけたらあなたの件まで伺いますおすごいなそして国沢さんはい えー、僕はですね。あの今先ほど喋らせていただいたんですけれども、とにかく人生ずっと生まれてから不遇が続いておりまして、ね、<laughs> 生まれてから生まれてからまあ。それを今もう。はい 全部出したろうと思って、今、不遇エピソードをベースにしゃべってる、はい、YouTube で。<laughs> で、国の時間というもので、で僕の不遇だけではなくて、今、今日上がったのが上松壮さんの不遇とか、<ー>いろんな方の階段じゃなくて,て、不遇をちょっと紹介できて、まあ、オカルトもちょっと不遇なところあるじゃないですか。はい、で、霊的な不遇とかも、うん、含めてしゃべりたいなと思って、国の時間でやってます。うん、よかったらチャンネル登録お願いします。あと、えー、国ロック。はい がえー、ネイキッドロフトさんで8月の26に、はい、え僕とロックさんでやっておりますのでよかったら遊びに行ってください。お願いしますお願願いいいいしししまますすぜひよろくたは,い、はいということで最後、ロックさんお願いいしますはいえー、私あの8月中いろんなイベントが、はいえー、立て込んでおりまして、まあ、随時 SNS で <laughs> あのお告知していこうかなと思うんですが、はいえー、あとはですねあの8月10日から、うんえー、20日までの10日間の期間なんですがあの私、村上ロック。 レッチ番ガードとコラボをすることに決まりまして、今あのグッズをですね受注生産なので、あのその期間10日間のうちに皆さんこの欲しいグッズをねあの予約していただければなと思います。まあいろいろね T シャツですとか、アクスタっていうんですか、スタアクスタですとかあの寸代。 実寸大の、こんくらいのやつ、今くらいのやつ、今今引きずられてるんですよ。こんくらいの実寸大って言われちゃってるんですよ。いや国安がそんな俺も引きずないよね。ないないない。どんな関係ってなんですか。びしやまね。どれぐらい期間かけたらここまで洗脳できるか。すごいな。 というのをねやってますんであの皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。あのちょっと見させていただきましたけど靴下とかめちゃくちゃ可愛いですね。あそうなんですかあの白地の靴下にあの僕の学ランのあのボタンをしたあのマークが入ってましてぜひぜひあ えー、星尾さんが予約しました。ということで、うちのスリラーナイトからのお知らせとしまして、えー、夏の期間、9月までは、ですね、えー、本日は天休日、この配信のため、天休日なんですけれども、はい、日曜日も営業しております、うん、9月いっぱいまで、うん、日曜日だけは23時までになってるんですが、それ以外は朝5時まで営業しておりますので、ぜひ夏の期間、怪談話、聞きにお店、すすきの店、はい、そして歌舞伎町店に足を 運んでくくださいいいよろししお願いいたしますということで最後に「ですねスリラーナイトのメンバーシップへの移行のリンク <laughs> このチャット欄の方に貼りますのでぜひ皆さんメンバーシップに移行していただいてご視聴いただけたらなと思っておりますでメンバーシップなんですけど再三、ね、何度も言ってるんですけど月額590円で加入ができますで加入方法もですね、えー、これコメント欄に書くこと可能ですか <laughs> どうでしょうあとでリンクを送るんで可能ですか分かりました。じゃあこちらの方、あのリンクに、えー、チャット欄にですね、加入方法、文字で起こしたやつ。 貼りますので加入できてないよって方はぜひよろしくお願いいたしますでこの間にもですねメンバーシップ加入していただいた方いらっしゃいますあらルツラブさんと気分上々さんそしてカツラま先生ですよえすごい気分上々さんという方が気分上々さんはカツラ先生です違うんで違うそれと別にカツラさんってねここに書いてる方が今入っていただいてじゃ後半戦も一緒に見ていただけるという こととででございいいますのではい、ということで <laughs>、えー、ここからねちょっとだけアーカイブの一般配信は終了するんですけども、ね、チャット欄開放しておいてそこに移行方法などあの詳しい記載したものを残しますんでぜひぜひ皆さんご加入のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、ここからですね10分15分ほど休憩いただきたいなと思いますので、はいえー、0時15分から。うん

チャット欄開放しておいて移行のリンクだったりさらにはそのメンバーシップの加入方法文字に起こしたやつ載せますのでぜひよろしくお願いいたしますね、今見てくださってる方もずっと飲まず食わずでずっとトイレも行かずにそんなことないっしょみんな自由に行けますから飲んで食うて垂れ流しとるよ垂れ流しと飲んで食うて垂れ流しとるどっちも極端なんですいやデバイス持って行ってくださいそれはトイレまでなんでデバイスって言い方いやそれぞれやからそんな 適切な言い方正しい言い方ですよたらこだたらおさんもメンバーシップ3メーションに加入いただきましたあ,ありがとうございますということで、えー、通常配信はここで以上となりますので、えー、ここからは休憩明けの歌舞伎長編百物語2023後半戦でお待ちしておりますのででは一度休憩で入ります <はい S 1> 皆さんありがとうございましたありがとうございましたこの隙にトイレに行ってください てい自由に食べてください、で <laughs> もいけるよ。<laughs> <laughs>